凶悪事件を起こし裁判で死刑を言い渡された者は執行される時を待つことになります。2022年現在、収監されて刑の執行を待つ死刑囚は106人存在します。今回はそんな死刑囚106人を全て紹介していきます。それではどうぞ。織田信夫、かつて勤めていた電気店に共犯の少年一人と押し入り、店員二人を襲撃すると現金を奪い放火。店員二人のうち一人は脱出したが、もう一人は亡くなった。大浜正蔵、開花のピアノの音に腹を立てて、ピアノを弾いていた子供たち二人とその母親の命を奪った。3日後に警察に自首したことで大浜は逮捕された。片岡俊明、三菱重工ビルを爆破して8人の犠牲者を出した。その後も大成建設ビルや三井物産ビルなどを爆破する事件を起こし、東京を恐怖のどん底に突き落とした。渡辺清、少年の時に愛知県のホテルで売春婦を殺害し、約3ヶ月後に通行人の男性の命を奪って現金を強奪した。さらにその5年後にも2人の売春婦を連続して殺害する事件を引き起こした。関口正康、既婚女性と不倫関係になり邪魔に思った女性の夫の殺害をいとこに依頼した。また借金を返さなかった暴力団員の男性や別の男性の殺害も依頼。結果として3人の命が関口によって奪われた。金川はじめ、少年の頃に強盗殺人を行い懲役刑に処されていた金川は、出所した後に熊本をぶらついていた。そこでたまたま出会った女性に襲いかかり暴行を加えようとしたが抵抗されたため刃物で命を奪った。佐々木哲也、一人の女性と交際を始めたが父親はこれをよく思わず佐々木に別れるよう説得したが、これに怒った佐々木は刃物で父親の命を奪った。さらに母親も同様に殺害して逮捕された。坂口博士、連合赤軍のメンバーであった坂口は総括と称して10人以上の同志を暴行し命を奪った。その後リーダー格の男が逮捕されると山荘に立てこもり、警察と銃撃戦を繰り広げ一人を射殺した。大森克久、北海道庁のエレベーター付近に時限爆弾を仕掛けて爆破。これにより職員2人が亡くなり100名以上が重軽傷を負う大惨事となった。逮捕された大森は一貫して容疑を否認したが死刑となった。猪熊武雄、飲食店の経営に失敗した元警察官から強盗殺人に誘われた猪熊は山中湖の別荘で宝石商と金融業者を連続して手にかけた。合計で約8000万円以上の金を手に入れることに成功したが、主犯の警官が逮捕されたことで猪熊も捕まった。山野誠二郎、不動産会社を経営していたが事業の資金に困ったため知り合いの社長を手にかけると現金を強奪した。さらに別の男性も殺害して持参していた約2000万円を奪うと遺体を埋めた。秋吉秀明、交際女性の姉夫婦から妹と別れてほしいと言われ、これに怒った秋吉は夫婦ら4人を包丁で殺害。翌日に逮捕されたが自分ではなく交際女性が殺したと主張した。広田正春、京都府警に勤めていたが素行が悪く借金を抱えていた。強盗事件を起こして逮捕されたことで京都府警を逆恨みし、仮出所から5日後に巡査を殺して銃を奪うと消費者金融の男性社員を射殺した。宮崎智子、赤いフェアレディに乗って2人の女性を身代金目的で誘拐して命を奪った。裁判では知人の男が真犯人だと主張したが認められずに死刑が確定した。また共犯だと思われた知人の男は無罪が確定している。柴崎翔一、金欲しさから強盗を計画し、そのためには拳銃が必要だと考えた柴崎は2人の警官を襲撃してナイフで命を奪った。別の警官が駆けつけたため結局拳銃は奪えずに逃走したが半月後に逮捕された。村松誠一郎、弟と協力して埼玉県の住宅に侵入し住人の女性とその息子の命を奪うと現金を強奪して家を放火した。村松には死刑判決が下され弟は無期懲役となったが現在も無実を訴えている。松本美佐夫、知り合いの会社員の命を奪って遺体を妙義山に埋めた。その半年後に金銭トラブルから男性の命を奪い男性の息子を脅して遺体の息を手伝わした。その後息子も手にかけて同様に山の中に埋めた。松本健二、松本は兄と協力して強盗を計画。京都と滋賀でいとこと資産家を連続して殺害したことで警察に追われることとなった。松本は逮捕され、兄は岐阜県で自ら命を絶った。チェン・ダイウェン、
東京都のパチンコ店に共犯2人と侵入して従業員2人をナイフで刺して命を奪った。そして現金約230万円を奪って逃走したが、すぐに逮捕された。裁判では殺意はなかったと主張するも死刑が言い渡された。フーリーチェン・ダイウェンの共犯。パチンコ店員2人を殺害した罪で起訴され、公判では殺意を否定し続けたが認められることはなかった。横田健二、スナックに勤める女性と飲食した後、小遣いとして約2万円を渡したが、金額が少ないと言われたことに腹を立てて女性を手にかけると遺体を損壊して川に捨てた。ウォン・イーさん、マレーシア国籍の元暴力団員のウォンは、下山真一らと強盗団を結成して2ヶ月のうちに3人の命を奪い、現金を奪う事件を引き起こした。事件の翌年に犯行メンバー全員が次々と逮捕された。倉吉正隆、知人の男と共謀して会社員1人と一緒にいた女性の命を奪い、現金を強奪。その後も複数の強盗事件を引き起こした。沢本信之、フィリピン人女性2人から金を奪おうと考え、女性たちの住むアパートに上がり込むと2人を手にかけて貴金属などを奪った。真中博美、保険金を得るために同級生の男性と協力して車を燃やした。直後に口封じのために男性の命を奪うと保険金を得ることに成功。1ヶ月後にも別の同級生を手にかけて警察に逮捕された。下山真一、強盗団を結成して1993年の10月から12月にかけて複数の強盗事件を引き起こし、3人の犠牲者を出した。下山はグループのリーダー格で、奪った金の分配でも仲間より多くの金を得ていた。堀江森夫、資産家の老夫婦に仕事をもらいたいと懇願したが、なかなか返事を返してくれなかったために、これを逆恨みした堀江は鉄の棒で夫婦を何度も殴り命を奪った。その後現金を強奪して逃走した。上田義則、裕福な家に生まれたがだらしない性格だったため親から勘当された。その後犬の訓練所を作ったが、自分に都合の悪い相手を安楽死の薬品を使って次々と殺害。被害者は5人にも上った。久保利武彦、久保利たち3人は金銭トラブルから販売業の男性1人の命を奪った。また2年後にも1件の強盗殺人事件を引き起こしている。山口益男、複数人で強盗を起こしたが、その後に仲間1人を口封じのために殺し、その1年後にも古美術商の命を奪い現金などを強奪した。豊田よしみ、同居していた女性を手にかけて口座から1000万円を奪い取った。1年後に男と共謀して女性経営者を銃で殺害。この時に共犯の男も口封じのために殺害しようと発砲したが、頭をかすめただけで命に別状はなかった。江藤久志、借金を抱えていた江藤は堺市の夫婦から資産を奪おうと計画して知人3人と共謀し夫婦を手にかけた。だが遺体を埋めようとしたところを目撃されたことで警察に現行犯逮捕された。石川恵子、父親の経営する工務店の経営が悪化したことを知り、何とかして父親を助けたいと思った石川は2人の女性を連続して殺害し現金などを強奪した。裁判では当時統合失調症であったことを主張するも死刑が確定した。長勝久、妻に暴力を振るっていたため妻は長の元から逃げ出した。復縁を迫ったが拒否されたため激高して妻の命を奪った。その後も知人男性に暴力を振るい命を奪うと父親に遺体の遺棄を手伝わした。松本和弘、松本とその兄その友人は一人の女性から保険金殺人を依頼されてこれを実行。謝礼として1000万円以上の代金を受け取るとこれに味を占め、その後も二人を保険金目当てに殺害した。下浦栄一、松本和弘の共犯者。裁判では被害者は病死しただけだと主張したが死刑判決を受け、そのまま刑が確定した。増田博士、東京の池袋でバッグから包丁とハンマーを取り出すと規制を上げながら女性2人を殺害し6人に怪我を負わせた。増田は死刑になりたくてこのような事件を起こしたという。西山昭蔵、過去に強盗事件を起こして服役していた西山は出所した後にギャンブルにハマってしまい借金を抱えた。そこで知人の老婆を手にかけて預金通帳などを奪ったが、現金を引き出している姿が防犯カメラに映っていたため逮捕された。中原澄夫、対立していた別組織の元組長の殺害を部下に命じて実行させた。
警察が捜査を開始したため、中原は口封じのために実行犯の部下の殺害を別の部下に命じた。この男性も三人がかりで首を絞められて亡くなった。摂政、既婚女性に交際を迫ったが断られてたため、これを恨み、女性とその夫を刃物で刺して命を奪った。浜川国彦。三重県で一人の男性を射殺して奪った預金通帳から現金1000万円を引き出し遺体を埋めた。4ヶ月後にも別の男性を誘い出して同様に射殺すると、通帳やクレジットカードを盗み出した。後藤良二。知人の男にメンツを潰されたと激怒した後藤は、その男性を川に放り投げて命を奪った。また、宇都宮市で一人を死亡させ、三人に怪我を負わせる事件も起こしている。死刑確定後に、過去に二人の殺害に関与したとの上申書を提出した。岡尾和夫。1億円の保険金を手に入れるために、愛人の夫を海に捨てて命を奪った。しかし、得た金をギャンブルなどですぐに使い果たしてしまったため、今度は愛人の次男までも同様の手口で殺害した。長谷川静夫。実の弟と金銭トラブルになった長谷川は、弟を殺して全財産を奪おうと考えた。ホストに殺害を依頼して実行されたが、このホストが警察に自首したため、犯行が発覚した。また、長谷川は過去にも殺人を犯していた。加賀俊明。知人の女子を夏祭りに誘ったが、断られたため、カッとなって命を奪い、帰宅した女子の母親もハンマーで殴り殺害した。犯行後に1ヶ月野宿をしながら逃亡したが、所持金が底をついたため、出頭した。八木茂。二人に毒物を飲ませて命を奪い、約3億円の保険金を騙し取った。八木は200回以上の記者会見を開き、マスコミの前で無罪を強く主張した。しかし、関係者の証言や数々の証拠から、警察は八木を殺人容疑で逮捕した。林真澄。和歌山県で開かれた夏祭りで、カレーを食べた4人が苦しみ出し、亡くなった。カレーからは毒物のヒ素が検出され、事件の犯人として林が逮捕された。しかし、動機は今も分かっておらず、冤罪の可能性が高いと言われている。風間博子。夫とペットショップを経営していたが、詐欺まがいな行為を繰り返していたため、顧客とのトラブルが絶えなかった。そこで、顧客ら4人を次々と殺害したことで、トラブルを解決した。石川すぐる。同じ組の組員に暴行を加えて、海に沈めて命を奪い、翌日には男性1人を殺害して、遺体を遺棄する事件を引き起こした。小日向正人。暴力団員だった小日向は、所属する暴力団の組長から、敵対する組長の殺害を依頼された。組長がいるスナックを襲撃して銃を乱射し、一般市民ら6人が死傷した。裁判で小日向と実行犯1人、依頼した組長が死刑を言い渡されている。久保田裕二。元保険外交員の久保田は保険契約をめぐるトラブルから資産家夫婦を手にかけた。10年以上逃亡し続け、時効成立まであと10ヶ月を切ったところで横浜で逮捕。事件から20年後に死刑が確定した。菅峰雄。知人と協力して社員2人を相次いで殺害した。菅と知人は死刑を言い渡されたが、知人は拘置所で病死した。大橋健二。パチンコ台欲しさに岐阜県の住宅に侵入し、部屋を物色したが、住人の女性に見つかったため、首を絞めて命を奪った。翌月にも大阪で1件の殺人事件を起こして逮捕され、岐阜で起こした事件も自供した。高尾康。1998年に千葉県の飲食店に放火して1人を死亡させた。さらに2003年にも住宅に放火して4人が亡くなり警察に逮捕された。高尾は憂さ晴らしがしたかったため犯行に及んだと供述。藤崎総司。酒代を得るために茨城県で高齢者宅に押し入り、老女を連続して手にかけた。事件から5年後に裁判で死刑が確定した。竹本正義。一件の強盗殺人事件を起こし、その後も替え玉保険金殺人を行い、計2人を死亡させた。竹本正史、竹本正義の共犯者、自身に保険金をかけて替え玉であるホームレスを溺死させたことで逮捕された。小林正人、複数人で男性を暴行して最終的に死亡させた。またその後も3人を同様にして殺害したことで逮捕され、グループのリーダー格であった小林は死刑を言い渡された。小森敦史、小林正人の共犯者、4人に暴行を加えたことで命を奪った。一審は無期懲役だったが、二審で死刑判決を受けて刑が確定した。川口正義、小林正人の共犯者、臨時殺人を行った犯人の一人で、
小森同様二審で死刑となる。この事件の裁判は東日本大震災の時期と重なり、あまり報道されなかった。小林隆二、仲間から恐喝されたと相談を受けた小林は、恐喝した二人を拉致すると複数人で暴行を加えて、最終的に岡山県で生き埋めにして殺害した。滝治、不倫をしていた滝は不倫相手を中傷した同僚を殺害。その後、自身の妻に不倫がバレて離婚を迫られたため、カッとなって妻の命を奪った。府中上幸春、複数人で意図的に追突事故を起こし保険金を手にしたが、分け前をめぐるトラブルから実行犯の一人を手にかけ、事情を知る男性までも口封じのために殺害した。大山清隆、義父を鈍器で殴り死亡させると保険金7000万円を騙し取ることに成功した。しかしこのことについて妻に嘘を突き通せなくなったことから妻を手にかけた。池田博之、男性一人を刃物で刺して命を奪った。さらにもう一人の男性も電動ノコギリを用いて殺害したことで逮捕された。裁判員裁判では初の死刑確定者である。北村真美、借金を抱えていた北村一家は知り合いの女性とその子供二人、さらに友人の命を奪い現金などを強奪した。裁判では事件に関与した北村一家全員の死刑が確定した。北村隆弘、北村真美の息子であり共犯者、当時15歳の被害者女性の子供をロープで殺害し遺体を捨てた。その後も3人の殺害に関与。北村虎男、北村真美の夫、4人殺害事件の主犯的存在。取り調べの際に所持していた拳銃で自ら命を絶とうとしたが未遂に終わっている。北村隆、北村夫婦の息子である隆は警察に捕まったが取り調べ中に逃走した。タクシーに乗って逃走していたが、すぐに警察により取り押さえられ逮捕された。森田克美、刑務所に服役していた際に一人の男と出会い、出所後に男と強盗殺人事件を引き起こした。社長の妻や歯科医など4人の命が奪われた。共犯の男は拘置所で病死している。金岩幸男、パート店員の女性を殺害すると遺体を河川敷に遺棄した。その後も結婚を迫ってきた女性を邪魔に思い首を絞めて命を奪い川に捨てた。松永太志、妻の実家を乗っ取ると家族が互いに殺し合うようにマインドコントロールをし、妻を除く家族全員が死亡した。同居していた知人の少女が逃げ出したことで事件が発覚。福田隆之、住宅に押し入り住人の女性の命を奪った。さらに近くにいた赤子が泣き始めたため紐で首を絞めて殺害した。起訴されても反省の態度はなく死刑が言い渡された。シェ・イーディ、製麺所に侵入して夫婦を殺害すると金品を奪って逃走したが、自ら警察に通報してそのまま逮捕された。清水大志、架空詐欺グループのリーダー格であった清水は仲間割れからグループのメンバー4人を手にかけた。裁判では清水ら3人の死刑が確定している。渡辺純一、清水大志の共犯者、詐欺グループのメンバーで4000万円を騙し取っていたが仲間割れから4人を殺害した。伊藤レオ、清水大志の共犯者、清水からメンバー4人の殺害を依頼されたため4人を金属バットで殴るなどして命を奪った。山田健一郎、暴力団組長から敵対する組織のトップの殺害を依頼されたためトップのいるスナックを襲撃して銃を乱射、その場にいた一般市民らが巻き込まれ死傷した。高柳和也、交際していた女性と口論になりカッとなって女性の命を奪った。さらに騒ぎに気づいた別の女性までも口封じのために殺害したが、事件から4ヶ月後に逮捕された。小川和弘、自ら命を絶ちたいと考えていた小川はビデオ店の個室に放火したが、それが原因で16人が死亡した。当の本人は煙に耐えきれずにその場から逃げ出している。小泉武、小泉は愛犬の仇を取るという理由で元厚生次官とその妻を殺害した。その翌日にも別の夫婦が襲われているが命に別状はなかった。松原智弘、建設業の会長の支配から逃れるために会長と息子夫婦の首をロープで絞めて命を奪い、さらに現金400万円を強奪した。松原の他に共犯一人も死刑判決を受けている。奥本明弘、妻の母親から嫌がらせを受けており
限界が来た奥本は母親を殺害、さらに妻や子供までも手にかけたことで逮捕された。犯行理由や境遇から被害者遺族が奥本に謝罪したいと申し出た。桑田和也、不倫相手から借金の返済を迫られたため相手の首を絞めて命を奪い、空き地に遺体を遺棄した。5年後には自身の妻を殺害したが、妻の母親に捜索願いを出されて逮捕された。新井隆太、いとこと共謀し保険金目的で会社従業員の顔を浴槽に沈めて殺害した。また翌年には金銭トラブルから叔父を刃物で刺して命を奪った。高見素直、高見は重度の幻聴から大阪のパチンコ店の床にガソリンをまき散らすと火をつけた。これにより従業員ら5人が亡くなり、10人が重軽傷を負う大惨事となった。横倉明彦、無職の横倉は福島県で病院職員の男性とその妻であり看護師でもある女性の命を奪い、現金1万円を強奪した。裁判員裁判で死刑が確定し収監されている。伊藤和文、松原智弘の共犯者、建設業会社の支配から逃れるため会長一家3人の命を奪う事件を引き起こした。朝山克美、元交際相手の男性を連れ戻すために男性の両親を殺害して放火、さらに妻と共謀して別の交際相手の母親を一酸化炭素中毒で殺害した。千葉雄太郎、交際相手が自分の元から逃げ出したため連れ戻そうと相手の実家に押しかけた。その場にいた交際相手の姉と友人を刃物で殺害したことで逮捕された。筒井京太、元交際相手にストーカー行為を何度も行っていた筒井は女性の家に侵入して母親と祖母を手にかけた。裁判では自分は殺しておらず誰かにはめられたと主張するも死刑となった。木島かなえ、婚活を利用して男性に金を貢がせると最終的に一酸化炭素中毒で殺害した。さらに同じ年に2件の殺人を犯している。収監された木島はなんと3回も獄中結婚をした。上田美幸、2009年の4月と10月に2件の殺人事件を起こしている。どちらの犯行も被害者から金を借りており、その返済を免れようとしたものだった。鈴木勝明、数百万円もの借金を抱えていた鈴木は販売会社の社長とその妻を鈍器で殴り命を奪った。腕時計や車を盗むと夫婦の遺体をドラム缶に詰めて埋めた。リン・ジェンホア、中国籍の留学生であるリンは愛知県の住宅に侵入すると2人を殺害して1人に怪我を負わせた。事件から半年後に逮捕され名古屋地裁にて死刑を言い渡された。渡辺剛、会社の社長である渡辺は埼玉県で夫婦の命を奪い現金などを強奪するとその場から逃走。その後自ら命を絶とうとしたが失敗して警察により逮捕された。西口宗博、大阪市に住む主婦を拉致すると山の中で命を奪い現金を強奪。その翌月には知人の老人も手にかけて約80万円を奪う事件を引き起こした。保見光成、住んでいる集落から村八分を受けたことで怒りが頂点に達した。そこで集落に住む5人を連続して背にかけると被害者の住宅に放火した。堀義智、愛知県で夫婦を手にかけて現金を強奪した罪で死刑判決を受けた。また闇サイト殺人事件の犯人でもあり、この事件の裁判では無期懲役判決を受けている。植松聡、障害者は必要ない存在だと考えた植松は2016年にかつて勤めていた施設に侵入して刃物で利用者を刺して19人を殺害した。事件から4年後に控訴を取り下げて死刑が確定した。山田浩二、中学1年生の女子の顔に粘着テープを巻きつけて窒息死させると同日に少年の命を奪い2人の遺体を竹林に捨てた。山田は以前も監禁事件などを起こしていた。土屋和也、課金ゲームが原因で借金を抱え、さらにガスや電気を止められてしまったため強盗を計画。1ヶ月の間に2件の強盗殺人を引き起こし2人が亡くなり1人が怪我を負った。白石隆弘、ツイッターを用いて自殺志願者を自身のアパートに呼び出すと命を奪う事件を引き起こし被害者は9人にも上った。川崎龍也、元同僚の老人を手にかけると浜名湖に遺棄してキャッシュカードなどを強奪した。翌月にも知人を手にかけて同様に浜名湖に捨てた。日田公明、かつて勤務していた店の社長と一緒にいた男性を刃物で刺して命を奪うと店にあった現金を盗み逃走。
翌月に遺体が発見されたことで事件が発覚し逮捕された。筧千佐子、結婚相談所で知り合った男性を青酸中毒で死亡させると遺産を手に入れることに成功した。他にも金を借りていた男性ら二人の命も奪っている。林康夫、地下鉄サリン事件実行犯の一人で、林が撒いた車両内では8人が亡くなった。教団への忠誠心が高く、オウムの殺人マシンと呼ばれた。鎌田康俊、約10年間に5人の女性や子供の首を絞めて命を奪い、山の中に埋める事件を引き起こした。さらに警察に挑戦状を送りつけたりもしている。橋本悟、オウム真理教の信者で弁護士一家3人の殺害に関与した。その後も松本サリン事件を起こし、裁判で死刑が言い渡された。松原雅彦、徳島県で主婦の命を奪い金を奪った。警察は松原を指名手配したが、逃亡中に愛知県で1件の強盗殺人事件を引き起こしている。事件から2日後に逮捕され、徳島地裁は松原に死刑判決を下した。控訴上告するも棄却され、2008年に大阪拘置所で死刑執行された。横山正人、東京都の地下鉄にサリンをばらまく事件を引き起こした。幸い横山がばらまいた丸の内線では死者は出なかったが、裁判所は凶悪事件の実行犯の一人であることから横山に死刑を言い渡し、地下鉄サリン事件最初の死刑確定者となった。また教団内で銃の生産を行っていたという。中本克義、ギャンブルのせいで金が枯渇した中本は宝石商に近づいたが、宝石商の妻に出禁を言い渡されてしまったため、二人の殺害を決意した。二人を刃物で刺して命を奪うと、現金やブレスレットなどを盗んだ。逮捕された中本は無罪を主張したが、極刑に処された。また、凶器の刃物は見つかっていないという。関康生、複数人と協力して土地を所有していた老婆の命を奪い、土地の権利証を手に入れると、その土地を売り払ったことで大金を手に入れた。しかし警察に怪しまれて逮捕され、裁判では死者は一人だが事件の残虐性から死刑が言い渡され刑が執行された。立川修二郎、横領した金を返済するため姉と協力して母親に保険金をかけて殺害。さらに現場を目撃した自身の妻も口封じのために手にかけた。立川は以前も殺人を犯したのではないかと言われていたが、証拠がなかったため結局母親と妻の殺人容疑のみで逮捕された。井田正道、スナックに勤めていた井田はスナック経営者から保険金殺人に誘われた。男性の命を奪ったが保険金の受け取りに失敗したため別の男性を殺害して保険金2000万円を受け取ることに成功した。さらにその後も一件の殺人を犯すが主犯の経営者と共に逮捕された。庄司光一、一人の女性と交際していた庄司は紀藤氏から二人の幸福の邪魔をする悪者がいると聞き、その人物らを殺害しようと決意。交際女性と協力して神奈川県で邪魔をする悪者と紀藤氏が言った二人の主婦を殺害して金を強奪して逃走した。庄司は死刑、交際女性は無期懲役を言い渡された。池本昇、日頃からトラブルのあった隣人に殺意が芽生え、猟銃を使ってその隣人と妻を撃ち殺した。さらに恨みのある別の隣人も射殺して逮捕された。一審は無期懲役判決だったが、二審では死刑が言い渡され、そのまま刑が確定。2007年に74歳で執行された。藤岡英治、徳島県で短期間のうちに二人の老人の命を奪い、金目のものを強奪する事件を引き起こした。警察によりすぐに逮捕され、裁判所から死刑を言い渡された。藤岡は知能が低く、大阪拘置所で執行された時も、そもそも死刑の意味をよく理解していなかったと言われている。西川正勝、西川は1991年の12月から翌年の1月にかけてスナック経営者ら4人の女性の命を連続して奪った。いずれの被害者も首を絞められた上に刃物でとどめを刺されていた。また女性落語家も襲われているが、最終的に西川に見逃されたため助かっている。警察は全国指名手配して大阪で西川を逮捕した。松本地蔵、オウム真理教の教祖、弁護士一家殺害事件や松本サリン事件、そして世間を震撼させた地下鉄サリン事件など13個の事件を引き起こし、27人を死亡させ約6000人に重軽傷を負わせた。裁判では弟子の幹部が勝手に暴走して事件を起こしたと主張したが、死刑が確定し2018年に処刑された。小島忠夫、借金を頼みに薬局経営者宅を訪れたが人の気配がなかったため
住宅に侵入して物色し始めた。しかし長男が帰ってきたため殺害した。その後帰宅した経営者夫婦も手にかけて現金を奪うとその場から逃走した。事件の6日後に警察により逮捕。近藤誠吉、知人と共謀して一人に保険金をかけて殺害した。その1年後にも知人の山林仲介業者を手にかけて遺棄すると現金を強奪。3日後に警察は殺人容疑で近藤を逮捕した。死刑判決を受けて控訴と上告を棄却されたことで死刑囚となった近藤は1993年に処刑された。藤波義雄、一人の女性と結婚していたが離婚してしまった。しかし藤波は別れた妻を追いかけ妻の実家に居場所を聞いたが妻の家族が答えることはなかった。これに対し実家がかくまっているに違いないと考えた藤波は腹を立て妻の一家を殺害した。岡崎和明、オウム真理教の考えに疑問を持った男性信者を殺害するよう教祖から命令された岡崎は複数人で信者を手にかけた。その後も弁護士一家の殺害に関与したが警察によって逮捕されて犯行を自白。これにより教団が起こした一連の事件の全容が明らかとなった。旅館の経営者一家6人を殺害して現金などを奪うと火をつけて逃走した。警察は一家心中だと結論付けたがその後の捜査により実行犯の2人を逮捕することに成功した。川村慶三、暴力団幹部の川村は末森白也と共謀して投資顧問会社の資産を奪おうと計画。社員とオーナーを拉致すると現金1億円を用意させてその後に命を奪った。その後遺体を倉庫に埋めたが異臭を話し出したことで不審に思った住民が通報。川村は別件で逮捕されていたが殺人を自白したことで事件は解決した。末森博也、川村雄三の共犯者、2人を殺害して1億円を強奪。そのうちの3500万円を受け取った。2004年に死刑が確定して処刑された。灘耕作、賭博によって借金を抱えたことから強盗を計画。同僚の妻を呼び出すと命を奪った。さらに一緒にいた子供も手にかけて保険証や印鑑などを強奪した。保険証を用いて現金を手に入れると賭博などに使ったという。2007年に大阪拘置所で死刑執行された。牧野正、殺人前科のある牧野は北九州の住宅に侵入して部屋を物色していたが住人の女性に見つかったため命を奪った。逃走しようとしたが女性の母親と鉢合わせになり包丁で重傷を負わせた。警察によってすぐに逮捕された牧野は裁判所から死刑を言い渡され2009年に執行された。関照彦、暴力団員とトラブルを起こし金を要求された関はかつて暴行した少女の家に強盗を行おうと決意。住宅に侵入すると少女の祖母や両親、さらに妹を次々と手にかけて怯える少女に父親の会社から通帳を持ってこいと要求した。少女は言う通りにしたが会社の人間が不審に思い通報したことで関は逮捕された。松井清、殺人前科のある松井は出所後に一人の女性と交際を始めた。松井は女性に結婚を迫ったが女性はこれに応じなかったため怒った松井はハンマーで殴って命を奪った。しかしこれだけでは気が収まらなかったため女性の実家に押しかけ両親もハンマーで殺害した。小野照夫、長崎県のある民家に住む女性に雨宿りをさせてくれと頼み込み家に入ると女性を手にかけて現金などを奪った。逃亡したものだったが翌日に路上で寝ているところを逮捕された。小野はかつても殺人を犯した過去を持っていたため裁判所は更生不可能として死刑を言い渡した。藤島光雄、元妻の祖母から素行の悪さを指摘されこれに怒った藤島は祖母の顔を浴槽に押し付けて命を奪うと逃走。その後逃走資金を得るために一人の会社員を手にかけた。だが事件から6日後に逃亡先の京都で銃刀法違反で逮捕されたことで犯行が発覚した。秋山義満、借金を抱えていた秋山とその兄は保険金殺人を計画。秋山の妻に保険金をかけて殺害しようとしたが失敗してしまったため今度は強盗を計画。兄と協力して男性一人の命を奪うと金を強奪した。事件の裁判で秋山は死刑判決、兄は無期懲役判決を受けた。秋山は77歳という年齢で処刑された。宅間守、池田小学校に侵入し包丁で児童8人の命を奪い、さらに教師にも怪我を負わせた。裁判では被害者遺族を侮辱するような発言を繰り返し、反省の色は全く見られなかった。
収監中に一人の女性と結婚したが、確定からわずか1年ほどで死刑が執行された。葉山達夫。葉山は一人の男性からガソリンの世話代と称して金を受け取ったが、その金を使い込んでしまった。そのため男性を殺してしまおうと考えた葉山は、成田良吉という男と共謀して男性の命を奪った。事件から4年後に死刑が確定し、わずか7ヶ月で二人は執行されることになった。坪井光雄。兄が結核を患ってしまったため、薬が必要になったのだが、薬を買うための金が足りなかった。そこで銀行に強盗を行おうと計画。銀行に侵入して、留守をしていた老女を手にかけると、金庫を開けようとしたが、結局開けることはできずに、わずかな金しか奪うことができなかった。二人と共謀して、愛知県の民家に強盗を行った。しかし、就寝中の男女が目を覚ましたため、協力した二人はその場から逃走。しかし、逮捕されることを防ぐため、男女を刃物で切りつけて、命を奪い、殺人の罪で逮捕された。高沢恒雄。職を求めて各地を放浪していたが、金が底をついてしまったため、二人と協力して、雑貨商を襲撃して気絶させると、現金1万円を強奪。その直後に雑貨商が目を覚ましたため、犯行発覚を防ぐために、薪割りで命を奪った。菊池忠。母親の病気を治すための金を手に入れようと、強盗を考えた菊池は、雑貨商宅に侵入し、一家を殺害すると、時計などを奪い逃走した。逮捕された菊池は、ノコギリを用いて脱獄するが、約10日後に捕まり、裁判で死刑が確定した。そして、そこからわずか4ヶ月後に死刑が執行された。瀬上真司。神戸刑務所に収監されていた瀬上は、薪割りで介護課長を殺害した。瀬上はこの事件以前にも殺人を犯しており、前科が7つもあった。藤原邦夫。徳島県にある叔母の家に強盗目的で侵入して、二人を殺害し、二人に重傷を負わせた。その後、金を奪って逃走したが、すぐに警察により逮捕され、1949年に死刑が確定した。原田千里。原田は二人の男と共謀して、洋服商の男を毒殺して、現金を奪う強盗殺人事件を引き起こすと、二ヶ月後にも別の男性を毒殺し、世間を震撼させた。裁判では、原田と共に共犯の二人にも死刑が言い渡され、1952年に三人とも死刑が執行された。古川隆。兄に強盗を誘われて、矢野村の民家へ侵入。住人の夫婦に気づかれたため、兄が斧で殺害し、二人はその場から逃走した。事件から間もなくして逮捕されたが、古川は自身が事件の主犯だと主張して兄をかばった。これは当時、兄が結婚していたためではないかと言われている。これが原因で古川が主犯とみなされ死刑が確定。兄は無期懲役となった。大谷隆夫。二人と共謀して民家に強盗を行った。しかし、住人に通報され、警察官が駆けつけてきたため、所持していた拳銃で警察官を射殺。裁判で死刑が確定し、執行前に大谷の音声を残したテープが録音された。中島映像。友人と協力して、二人の命を奪う強盗殺人事件を起こした。共犯の友人は逮捕され、死刑が確定、執行されたが、中島はその間も逃走し続けた。一度は盗みを働いたことで逮捕されるも、偽名を使っていたため殺人のことがバレることはなく、服役を終えて出所した。しかし、事件から5年後にようやく殺人の罪で逮捕。収監された中島は外部の人間と協力して脱獄するが、2日後に逮捕され死刑が執行された。古谷秀夫。意中の女性にストーカー行為を行っていた古谷は、たまたま通りすがった無関係の女性を意中の女性だと勘違いして襲いかかった上、そのまま命を奪った後に遺体を損壊した。一審では無期懲役判決だったが、裁判中に出席した意中の女性に飛びかかり怪我を負わせたことで死刑判決となった。栗田玄三。7人の命を奪った日本を代表する連続殺人鬼。特に汚染転がしという場所で起こした事件が有名で、女性を殺害してさらに一緒にいた子供たちを崖下に放り投げて死なせた。二つの事件の裁判で、それぞれ死刑判決を受けて刑が確定。事件から7年後に処刑された。羽賀武雄。羽賀は二人を殺害して遺体を遺棄した罪で逮捕されたが、取り調べで実行犯は顔見知りの人物だと告げた。この証言のせいでその人物が逮捕されたが、実はこの人物は事件とは全くの無関係で、罪をなすりつけようとした羽賀の嘘だった。
この人物は無期懲役を言い渡されたが、無罪を主張して逮捕から34年ぶりに再審で無罪を勝ち取ることができた。イ・チヌ、田んぼで一人の女性を殺害し、さらに小松川高校に侵入した上で屋上にいた女子生徒に襲いかかり、性的暴行を行った上で命を奪った。新聞社に犯行をほのめかす内容の電話を行ったことで逮捕されたが、犯行当時未成年にもかかわらず極刑に処された。また、イの IQ は平均の約 1.5 倍もあったと言われている。三枝勝、まんじゅう屋の夫婦が突如行方不明となり、その2年後に遺体が発見されたことで警察は捜査を開始、事件の犯人として三枝が逮捕された。裁判では弁護人が被告の弁護を放棄するような発言を行い問題となった。大西克美、幼少の頃から両親の虐待を受けていた大西は、自由になるために両親を毒殺。その後、警察に捕まることを恐れたため、他人になり代わろうと画策。自分と容姿が似ている男性を殺害して、その男性になりすまして生活していた。しかし、警察の捜査はすぐそこまで迫っており、焦った大西は再び成り代わり殺人を犯すが、すぐに逮捕された。小林光、ホテル日本閣を乗っ取ろうと考えた小林は、ホテルの従業員である大貫光吉と共謀、ホテルの経営者夫婦を次々と殺害した。警察の取り調べで、本事件以前にも愛人の警察官と協力して自身の夫を毒殺していたことが判明。3人を殺した罪で死刑が執行。これは戦後初の女性死刑囚執行である。大貫光吉、小林光の共犯。小林から経営者夫婦の殺害を依頼されてこれを実行したが、警察により逮捕され自白。これがきっかけで事件が明るみになり、主犯の小林も逮捕された。また小林は大貫の子供をいずれ殺害しようと計画していたという。杉村定め、多額の借金を抱えていた杉村は強盗を計画。農薬を用いて3人を次々と毒殺して現金を奪った。死刑囚となった杉村は、最初の頃は看守に対して反抗的な態度をとっていたが、徐々に改心して最終的には高知省一の模範囚となった。本山茂久、元歯科医師の本山は身代金目的の誘拐を考えて登校中の当時7歳の男の子を誘拐。このことはすぐに新聞によって報道され、これに焦った本山は殺害することを決意。ガスを利用して中毒死させると、遺体を積んだ車を放置して逃走した。この事件がきっかけで報道会社は、誘拐が発生した際に犯人が逮捕されるか、人質の無事が確認されるまで報道を自粛する方針になった。森吉光希、強盗を繰り返していたことで刑務所に服役していた森吉は、出所した後に高知県で2件の強盗を行い、1人が斧で殴られ死亡した。さらに徳島県の民家に侵入して一家5人を殺害して金目の物を奪った。警察は捜査を開始して山の中で野宿をしていた森吉を逮捕した。五十嵐正義、金を手に入れるためアパートに保険金をかけて放火。火災が原因で8人が死亡するという大惨事が起きた。裁判所は五十嵐に殺意がなかったとみなしたが、建造物放火の罪で死刑が言い渡された。殺意なしで死刑となったのは五十嵐が唯一のケースである。片桐勲、異常なほど銃器が好きだった片桐は警官の拳銃を奪いたいと思い、嘘の通報で警官を呼び出すと、所持していたライフル銃で警官を射殺。目論見通り拳銃を奪うと、渋谷の銃砲店に立てこもり、機動隊と激しい銃撃戦を行った。約1時間後に片桐は逮捕され、死刑が言い渡された。高橋正彦、東京で2人の女性を刃物で殺害。遺体に無数の傷があったことから、この事件は東京切り裂きジャック事件と言われている。また逮捕され死刑が確定した後に、さらに3件の殺人を自白した。栃木県の旅館が何者かによって放火され、経営者一家6人の遺体が発見された。当時警察は無理心中だと結論付けていたが、10年後に殺人の罪で2人が逮捕された。2人の死刑は死刑確定から14年後に執行された。車幸吉、自身の母親が抱えた借金を返済するために映画俳優として活動していた車は、仙台で5歳の幼児を連れ去って首を絞めて殺害。幼児の母親に身代金500万円を要求した。しかし現金を受け取ろうと指定した受け渡し場所に現れたところを逮捕された。若松義則、一人の女性と交際していたが、破局した上に女性が別の男と交際を始めたため、女性が利用する電車に爆弾を設置して爆破させる。
この爆破で電車に乗っていた男性一人が死亡した。警察は捜査を始めた当時テロ組織による犯行だと思い込んでいたため捜査は難航したが、5ヶ月後に若松を逮捕することに成功した。浜本栄、広島で女性経営者の命を奪ったことで死刑が言い渡された。しかしノコギリを用いて拘置所の鉄格子を切断し脱獄に成功した。この脱獄のために食事制限をして体を絞ったり、別の囚人と取引をしてノコギリを得るなど非常に計画性の高いものだった。その後衣類などを盗むために民家に侵入したが、結局すぐに逮捕された。萩原貞次、子供の頃から異常なほどの性欲を持っていた萩原は、自身の兄の妻にあたる女性に欲情し、性的行為に及ぶため兄の家に侵入。兄とその妻、さらに二人の子供を斧で何度も殴って命を奪った。取り調べを受けた萩原は、妻の肉が食べれなかったことが非常に残念だ、と言ったという。小田康夫、小田は三人と協力してアベックを襲うことにして、たまたま近くを通りすがった男女二人を襲い、男性をナイフで殺害。その後、女性の命を奪った四人は遺体を捨てた。川辺俊幸、暴力団員を銃で射殺して逃亡していた川辺は、一人の主婦にかくまってくれるように頼み込んだのだが、これを拒否されてしまったため、カッとなって射殺。その後、人質を取ってホテルに立てこもった。警察と銃撃戦を行ったが、説得されたことにより人質を解放して逮捕された。取り調べで10日前にも2人を殺害して遺体を遺棄していたことを自供。黒岩恒夫、高校の頃にいじめられていた黒岩は、自身をいじめた相手に復讐しようと格闘技を身につけようとした。しかしそのためには金が必要だったため、身代金目的の誘拐を計画。児童を誘拐したが泣き叫ばれてしまったため、刃物で刺して殺害。遺体を駅の荷物置き場に置いた。犯行当時未成年だったが、事件の残虐性から死刑が言い渡され処刑された。佐藤虎美、佐藤は帰宅途中の女子生徒に狙いをつけて性的暴行を行った上で命を奪い遺体を埋めた。事件から5年後に死刑が確定し、その10年後に処刑されたが、佐藤はこの際に大暴れし50分も刑務官と取っ組み合いを続けたという。古谷宗吉、高齢者を狙って8人の命を奪う連続強盗殺人を犯した。さらにこの事件以前にも福岡で1人の少年と共謀して2人の命を奪ったのだが、この時は共犯の少年に罪をなすりつけたため、わずか懲役10年に処されている。またこの際の共犯の少年は死刑が確定して執行された。徳永玲一、消火器のセールスマンだった徳永は、得意先を被害者によって奪われたことを恨んでいた。そこで木村重春と共謀して被害者宅に侵入すると、被害者夫婦をハンマーで殴って命を奪う。その後に帰宅してきた3人も手にかけた。そして8万4000円の現金を強奪してその場から逃走。事件から1ヶ月後に逮捕された。木村重春、徳永玲一の共犯者、当時金に困っていたことで強盗の誘いに乗り一家5人を殺害した。木村は徳永の兄貴分であり、逮捕後に徳永は木村を犯行に巻き込んでしまったことを後悔したという。矢部光雄、矢部は中学の頃に叔母に性的暴行を加え、その子供を殺害した罪で少年院に入院した。その後出所して24歳になったある日、民宿に宿泊していた矢部は民宿の経営者の妻に性的暴行を行った上で首を絞めて殺害。さらに隣で寝ていた当時生後2ヶ月の娘が泣き始めたため命を奪った。渡辺健一、タクシー運転手の渡辺は保険の不正受給を行い、これがバレたせいで返済を迫られていた。そこで以前乗せた客が落とした鍵を使ってその部屋に強盗をしようと計画。部屋に侵入した渡辺は持っていた斧で就寝中の夫婦を殺害した。松田義忠、徳島県の民家に侵入して住人の女性とその娘を殺害し現金を奪った。警察はすぐに松田の犯行と睨んだが、追い詰められた松田は児童を人質に取り建物に立てこもった。膠着状態が続いたが、警察が突入して児童の救出と松田の逮捕を無事に達成することができた。佐藤誠、1950年に東京都で一人の女性が殺害された。警察は当時42歳の佐藤を殺人の罪で逮捕。
獄中で無罪を主張し続け、再審を8回も請求したが、いずれも棄却された。太田勝則、借りていた金の返済を先延ばしにしようと借りた男性に頼み込んだのだが、断られたため激高して猟銃で男性一家4人を撃ち殺した。拘置所でカミソリを用いて自ら命を絶った。上田勝、交際していた女性に金を貢ぐため元同僚の男性を金属バットで殴って殺害して現金を奪ったが、少しの金額しか得ることができなかったため、半月後に別の男性もバットで殴って約13万円を奪った。名古屋拘置所で33歳という若さで病死した。富山常樹、富山はいとこに青酸化合物入りのカプセルを飲ませて殺害した罪で逮捕された。被害者が亡くなる直前に富山にやられたと呟いたことが逮捕へとつながったわけだが、物証や自白は一切なく、冤罪の可能性が非常に高いにもかかわらず死刑が確定、収監されても無罪を訴えたが2003年に病死した。春山博元、妻との仲が悪くむしゃくしゃしていたため性的欲求を満たそうと無関係の女性を襲って性的暴行を加えた後に殺害した。さらにその3ヶ月後にも別の女性を襲って殺害。春山は事件の2年後別件で逮捕され、2件の殺人を自白したが、物証が全くないため冤罪事件ではないかと言われている。諸橋昭恵、夫との関係が悪くなったためガスを用いて夫の命を奪った。その後も1件の殺人を犯して死刑囚となった諸橋は肺炎により75歳で病死した。宇井良治、宇井は1977年にホステスを殺害した罪で岡山刑務所に服役、1999年に仮釈放されていたが、その2年後に交際していた女性が自身から借りていた金の返済を断ったことに腹を立て、とっさに女性の首を絞めて殺害。裁判所は2度目の殺人であることから更生は不可能として死刑を言い渡した。沢地和夫、警視庁を退職した後に飲食店を開店したが経営が悪化して1億を超える借金を抱えてしまったため強盗殺人を計画。二人の男と共謀して宝石商を殺し現金などを奪った。さらに女性金融業者を呼び出して同様に殺害し現金2000万円を強奪。裁判では沢地の他に共犯の男も死刑が確定し現在も収監中である。パク・イルガン、パクは一人の女性と10年間交際していたが、女性は犯罪を繰り返すパクに愛想を尽かし別の男と結婚した。そのことを知ったパクは激怒し女性を刃物で殺害。さらに逃亡した福岡でタクシー運転手を殺して金を奪う強盗殺人事件を起こしている。荒井正雄、1971年12月に男性とその妻、長女が殺害される事件が起きた。事件の犯人として荒井が逮捕されたが、物的証拠は一切なく、生き残って犯人の姿を目撃した長男が犯人の外見を証言したが、明らかに荒井の外見とは異なっていた。しかし裁判所は死刑を言い渡し、2009年に拘置所で新井は病死した。石橋英二、神奈川県でタクシー運転手をナイフで殺し、4日後に建設会社の作業員宿舎に侵入して作業員を殺害した上で灯油を撒いて放火。金を奪ってその場から逃走したが、その日のうちに警察に逮捕された。山本海一、暴力団の組長である山本は別の組の組長らが自分を殺そうとしていることを知り、先手を打ってその組長と一緒にいた組員ら4人を銃で射殺した。手柴勝利、一人の男と共謀して借金を申し込んできた人物を殺害し遺体を埋めた。さらに建設会社社長も殺害して現金900万円を奪う事件も起こしている。坂本春野、保険金目的で一人の男性と結婚した坂本は男性を窒息死させて保険金約5000万円を得ることに成功。また知り合いの女性も保険金目的で殺害したが、この時は保険会社が怪しんだため金を得ることに失敗した。裁判で77歳の時に死刑が確定。この年齢は戦後最高齢である。永田博子、テロ組織連合赤軍のナンバー2だった永田は総括と称してメンバーにリンチを行い、14人を殺害して遺体を山の中に埋めた。警察により永田は逮捕されたが、その後も連合赤軍は浅間山荘事件を引き起こして一人の死者を出した。綿引誠、自身が経営していた事業がうまくいかなくなったことに加え、韓国の風俗店にのめり込んでしまったことで約1000万円の借金を抱えた。そこで身代金目的の誘拐を計画して知り合いの中学3年生の女子を連れ去ると口を塞いで窒息死させて遺体を草むらに捨てた。その後女子の父親に身代金を要求したが3日後に逮捕された。
田村忠。覚醒剤を頻繁に使用していた田村は購入資金が底をついたため、金を得るために林家に強盗を行うことを決意。1976年4月1日に林家に住む長女とそのいとこしかいない状態を見計らい家に侵入。二人を包丁で殺害して指輪などを奪うと家を放火して逃走した。石田富蔵。妻を亡くした石田はすでに結婚している女性と不倫関係になり、女性との結婚を望んでいたが別れ話を持ち出されたためカッとなって女性の首を絞めて殺害。また1年後にも飲食店に侵入して女性の経営者に性的暴行を行おうとしたが抵抗されたため同様に首を絞めて殺害している。中山進。既婚の女性と交際しており結婚も考えていたが、女性の夫がなかなか離婚してくれなかったため夫が邪魔に思い包丁で殺害。この時に一緒にいた人も口封じのために殺された。中山は30年前にも一件の殺人で無期懲役判決を受けており、本事件は仮釈放中に起こったものだった。岡崎茂雄。元警察官の岡崎は6人と共謀して1986年に金融業者を誘拐して現金37万円を奪った後、山林で生き埋めにした。3年後の1989年にも塗装業者を嘘の取引で誘い出して誘拐、身代金1700万円を奪って殺害した。事件の主犯として逮捕されたが、裁判では殺害には積極的に関わっていないと主張。だが2004年6月25日に死刑が確定した。熊谷翔子。佐古康弘。岡崎茂雄の共犯で連続誘拐殺人を実行。熊谷は2011年に、佐古は2013年に病死した。沖倉和夫。沖倉は2004年に市役所を退職してスナックを開店したが、経営に失敗してしまった。さらにギャンブルで負けたことも重なり、約4700万円の借金を抱えることになった。そこで住宅に侵入し、住人の男性とその姉を窒息死させると、現金とキャッシュカードを強奪。その後、二人の遺体を農地に遺棄した。太田健二。暴力団幹部の太田は、別の暴力団組長の殺害を二人の男に依頼。2000年7月13日に、二人は組長とその妻を殺害した。伊藤実。太田健二の共犯で、組長夫婦殺害の実行犯であり、命乞いをする妻を容赦なく撃ち殺した。2009年に病死。奥西勝。三重県の公民館で行われた集会に参加した17人が、ブドウ酒を飲んだ直後に苦しみ出し、5人が死亡した。その後、ブドウ酒から毒性の強い農薬が検出され、警察は事件の犯人として奥西を逮捕した。だが、現場状況や証言に不可解な点が多く、冤罪の可能性が非常に高かった。にもかかわらず、裁判所は死刑判決を下し、奥西は無罪を主張するも、89歳で獄中死した。松本明弘。保険金殺人を依頼された松本は、双子の弟と友人と共謀して、これを遂行し、謝礼金として1000万円以上の大金を手にした。これに味を占め、貿易商ら二人を連続して殺害し、金を奪った。裁判では、弟と友人と共に死刑が言い渡され、2016年に名古屋拘置所で亡くなった。片岡清。当時72歳の片岡は、裕福なお年寄りがいるという情報を得たことで、そのお年寄りを殺して現金を奪おうと計画したのだが、名前を忘れたため間違えて全く関係のない老人を殺してしまった。さらに1年後にも別の老人を殺害したことで警察に逮捕された。関根源。ペットショップを経営していたが、詐欺まがいの行為を何度も繰り返していたため客とのトラブルが絶えなかった。そこで問題を解決するため妻と共謀、客を次々と毒殺して遺体を損壊することで証拠を隠滅した。結果4人が関根によって命を奪われることになったが、警察によって逮捕され、共犯の妻と共に死刑が言い渡された。大道寺正史。テロ組織東アジア反日武装戦線狼のリーダーである大道寺は、3人と協力して三菱重工本社に時限爆弾を仕掛けて爆破。8人が死亡し、100人以上が重軽傷を負う大惨事となった。さらに、その後も三井物産のビルや大成建設本社などを爆破して、東京を恐怖のどん底に突き落とした。裁判で死刑が確定したが、共犯が海外に逃亡したため、執行されることはなく、2017年に病死した。浜田武重。
ギャンブルのせいで金がなくなったため生活費を得ようと保険金殺人の計画。親戚の女性を睡眠薬で眠らした上、浴槽の湯に顔を沈めて命を奪い、生命保険約148万円を手にした。これに味を占めて次々と二人を殺し、1000万以上の保険金を騙し取った。浜田は本事件以前も10回も懲役刑に処されており、23年も服役していた。小田島哲夫。幼少の頃から犯罪を繰り返してきた小田島は、刑務所で知り合った男と共謀して真淵モーター社長宅に侵入して二人の命を奪うと金を強奪して放火。それからも強盗を繰り返して二人の被害者を出したが、別件で逮捕されて一連の事件を自白したため2007年に死刑が確定した。矢野治。暴力団組長の矢野は敵対する暴力団の組長の殺害を部下に依頼。組長がいるスナックで部下が銃を乱射して一般市民ら4人が死亡した。事件の首謀者として逮捕されたが、拘置所で自ら命を絶った。また実行犯も死刑判決を受けている。朝吉弘。建設会社社長の朝は自身に反抗してきた作業員ら3人を次々と殺害して山梨県のキャンプ場に遺体を埋めた。しかし複数の作業員が行方不明になっているという噂が広まったため殺人の容疑で逮捕された。高田和三郎。友人から農業の男性から預かった金を使い込んでしまったと相談を受けた高田は、友人と協力して農業の男性を殺害。そして犯行発覚を防ぐため友人も手にかけ、その他にも別の知人を石で殴り殺し現金を奪う事件も起こしている。2020年に東京拘置所で病死。野崎博。1999年に交際していたフィリピン人の女性を殺害。さらに9年後の2008年にも出勤しようとした交際女性に無視をされたためカッとなって首を絞めて命を奪った。高橋義弘。不動産会社の社長である高橋はバブル崩壊により約2億円の借金を抱えたため、強盗を行い返済を行おうと計画。部下の3人と共謀して医師と美容院経営者を拉致すると現金やキャッシュカードを奪い、さらに林の中に2人を生き埋めにした。事件から約4年後に高橋ら4人は逮捕された。高橋和俊。横浜市で老夫婦が血を流して亡くなっているのが発見。夫婦殺害の罪で高橋が逮捕されたが、金を持ち去っただけで殺してはいないと主張。実際証拠などに信用性がなく冤罪の可能性があったが、一審二審ともに死刑判決を受けて刑が確定。岩森実。金に困窮していた岩森は2007年2月に埼玉県で知り合いの夫婦を鈍器で殴ったことで命を奪って現金を強奪した。一審では無期懲役判決だったが、二審で死刑判決を受けて刑が確定した。女性死刑囚。戦後において死刑が確定した死刑囚は約900人。その中で女性の死刑囚はわずか17人。さらに犯行時に未成年だった者は男性が40人以上いるのに対し、女性は一人も確認されていない。今回はそんな軽有な凶悪犯、女性死刑囚全17人を簡単に紹介していこう。山本博子。夫と7人の子供と暮らしていた山本は、病弱な夫に代わって生活費を得るため知人の老婆から金を借りようとする。しかし断られたため、その腹いせに老婆を鎌で殺害した。逮捕された後、裁判によって死刑が確定したが、1969年、恩赦によって無期懲役に減刑。山本はその後、結核を患い病死した。杉村定め。杉村には多額の借金があり、返済を迫られていた。そこで人を殺して金を奪おうと考え、3人の女性を農薬で毒殺。現金を奪って借金の返済を行った。1963年に死刑が確定し、7年後に執行された。小林光。ホテル日本閣を乗っ取ろうと画策した小林は、ホテルの従業員と共謀し、経営者夫婦を殺害した。また、警察の取り調べで、小林は事件の7年前にも自身の夫を毒殺していたことが判明。1970年に死刑が執行。戦後初の女性死刑囚執行だった。日高信子。多額の借金がある日高とその夫は、自身の工業の作業員宿舎と作業員に保険金をかけ、部下に命じて宿舎に放火。建物は全焼。6人の死人を出して、夫婦は多額の保険金を手に入れた。
しかし実行犯の部下が警察に自首したことで事件が発覚。日高夫婦は逮捕された。1988年、日高と夫の死刑が確定。9年後に二人は執行された。諸橋昭恵。夫との関係が悪くなったため、就寝時に都市ガスを放出して夫を中毒死させる。この時に事故死に見せかけるような工作を行った。さらに4年後には一件の保険金殺人にも関与。2007年、諸橋は急性心筋梗塞により獄死した。永田博子。テロ組織連合赤軍のナンバー2だった永田は、総括と称して連合赤軍のメンバーにリンチを行い、14人を死亡させた。また、連合赤軍はかの有名な浅間山荘事件を引き起こし、世間に大きな衝撃を与えた。裁判で死刑が確定したが、2011年に東京拘置所で病死。宮崎智子。宮崎は身代金を得るため、富山と長野で2件の誘拐殺人事件を起こして逮捕される。この時に宮崎と一緒に愛人の夫も逮捕されたが、これは5人逮捕であり、裁判では男は無罪判決を受けている。宮崎は現在、名古屋拘置所に収監されている。坂本春野。坂本は保険金を得るために男性と結婚。男性に保険金をかけて殺害。多くの金を手に入れることに成功した。しかし、凶行はこれだけにとどまらず、4年後にも保険金目的の殺人を犯している。しかしこの時は保険会社が野心だため、金を得ることには失敗した。坂本は死刑確定後の2011年に大阪医療刑務所で病死した。石川恵子。石川は父親が経営する工務店の経営が悪化したことから強盗殺人を計画。二人の女性を殺害して金を奪った。裁判で弁護側は当時石川が統合失調症であったことを主張したが受け入れられなかった。2006年に死刑確定、福岡拘置所に収監されている。江藤幸子。江藤は自ら新興宗教を立ち上げて、信者たちと自宅で共同生活を行っていた。しかし、気に入らない信者に対し、除霊と称して太鼓のバチで殴るなどの暴行を与え、結果6人の信者が死亡した。信者の家族が江藤の家に押し入り、6人の遺体を発見したことで事件が発覚。2012年に死刑が執行された。林真澄。和歌山県の夏祭りでカレーを食べた67人が吐き気を訴えて救急搬送。そのうちの4人が死亡した。事件の犯人として林が逮捕され、死刑が確定したが、未だ動機は分かっておらず、冤罪の可能性が高い事件として扱われている。風間弘子。夫とペットショップを経営していた風間。しかし、経営していたペットショップは詐欺的な行為をしており、顧客とのトラブルが絶えなかった。そこでトラブルを解決するため、その顧客を殺害。他にも夫と共に3人を殺害して遺体を処理した。事件の2年後に2人は逮捕されて死刑が確定。夫は2017年に病死、風間は現在も収監されている。吉田純子。看護師の吉田は、看護学校の同級生3人と共謀。彼女らの夫に保険金をかけて殺害しようと計画。結果として、共犯の夫2人が殺害され、吉田たちは5000万以上の保険金を手に入れた。2016年に福岡拘置所で吉田は執行された。北村真美。暴力団の北村とその夫、2人の息子は、貸金業の女性から金を奪おうと計画。4人は女性とその子供たち、そして彼女の友人を殺害して現金を奪った。裁判ではなんと北村一家4人全員が死刑を言い渡された。一家全員が死刑となるのは戦後初。4人とも死刑は執行されずに、今も収監中である。木島かなえ。木島は婚活サイトを利用して、20人以上の男性に次々と結婚を約束し、多額の金を貢がせていた。さらに用済みになった3人の男性を一酸化炭素中毒で次々と殺害していった。2017年に死刑が確定し、現在収監中。上田美雪。上田は借金の返済から逃れるために、
金を借りた相手2人を殺害。2件の殺人で逮捕されたが、これ以外にも上田の周辺では不審な死が相次いでいた。裁判で死刑が確定、広島拘置所に収監されている。筧千佐子。筧は2007年に結婚相談所で知り合った男性から金を借りていたが、返済日に男性に精酸を飲ませて殺害し、返済を免れた。また、2010年と2013年にも結婚相談所で知り合った男性2人を殺害して財産を奪っている。2014年に警察は筧を逮捕、2021年に死刑が確定した。連続射殺事件、永山則夫。1968年、当時19歳の永山則夫は、米軍横須賀基地に忍び込み、拳銃を入手。そこからわずか1ヶ月の間で、奪った拳銃で警備員ら4人を次々と射殺していった。事件の翌年、1969年に、永山は拳銃不法所持と殺人の罪で逮捕。裁判では一度無期懲役判決を言い渡されたが、最高裁の差し戻し判決で死刑が確定した。拘置所に収監された永山だったが、獄中で執筆活動を始め、様々な本を出版。出版した本の中には、自らの生い立ちを題材にした自伝も含まれていた。1997年、永山の死刑は執行。享年48歳であった。小田原殺傷事件、杉山優。1949年、当時18歳の杉山は、隣家の戦闘経営者一家を襲撃。5人が殺害され、1人が重傷を負う惨劇が起きた。事件の後に、杉山は殺人を犯したことを叔父に相談して、付き添われながら警察に自首した。凶悪事件を引き起こした杉山だったが、その犯行理由は、隣家の銭湯を覗き見したことを被害者に咎められたことに腹が立ったという非常に身勝手なものだった。裁判で死刑が確定したが、恩赦によって減刑されて後に出所した。しかし、出所してから14年後、杉山は女子中学生2人をナイフで負傷させる事件を起こして懲役8年の刑が言い渡された。光死母子殺害事件、福田孝幸。1999年、当時18歳の福田は会社員男性宅に排水口検査を装って侵入。男性の妻を殺害し、その後に生後11ヶ月の長女の首を紐で絞めて殺害した。福田は事件の4日後に逮捕され、14年の裁判を経て死刑が確定した。あまりにも残虐な犯罪内容や、福田の反省が全く見られなかったことから、この事件は凶悪少年犯罪の一つとしてよく挙げられている。ライフル魔事件、片桐美佐。1965年、当時18歳の片桐美佐は、嘘の110番をして駆けつけた警官をライフルで射殺。警察が所持していた拳銃を強奪し、その後、渋谷の銃砲店に人質を取って立てこもった。警察と銃撃戦を行ったが、立てこもってから1時間後に逮捕された。この銃撃戦で一般人や警察官10人以上が負傷。片桐は事件から7年後に死刑が執行され、最後に皆さんお世話になりました、お先に行きますと言い残したという。市川一家殺人、関照彦。当時19歳の関は知り合いのホステスを自分の部屋に泊めた。しかし暴力団員にそのことを脅され、さらに200万を要求されたため、強盗で金を奪うことにした。1992年、関は以前暴行した15歳の女の子の家に侵入、祖母を殺害して現金を奪い、帰宅した長女を監禁。さらに女の子の目の前で両親と妹を包丁で殺害した。その後、女の子に父親の会社に通帳を取りに行かせたが、会社の人間が不審に思い、警察に通報。警察が家に突入して、関は逮捕された。その後の裁判で、2001年に死刑が確定し、2017年に東京拘置所で執行された。
誘拐殺人事件、黒岩恒夫。内気な少年だった黒岩は、高校の時に同級生からいじめられたことが原因で、高校を中退。自分をいじめた相手に復讐するため、格闘技を身につけようとしたが、そのためには金が必要だった。そこで黒岩は、身代金目的の誘拐を計画。1969年に、当時6歳の児童を誘拐して公衆便所に連れ込んだが、泣き叫ばれたため刃物で刺して殺害。その後、児童の家に身代金を要求する電話をかけたが、結局翌日に警察によって逮捕。また、児童の遺体は渋谷駅の荷物預かり場で発見された。1977年に黒岩の死刑が確定。その2年後に29歳で執行された。結婚詐欺殺人、笹沼重雄。笹沼は喫茶店で出会った女性を金づるにしようと画策。笹沼は女性に自分との結婚を意識させ、様々な理由で金を要求、大量の金を受け取った。そんな中で女性は自分の実家に一緒に来てほしいと何度も言うようになり、これを鬱陶しく思った笹沼は女性を殺そうと考えるようになる。1967年、女性と二人で車に乗り、山道まで車を走らせた。山道に入ると、そこで車を止めた後、女性を殺害。金品を奪って、さらに遺体を川に捨てた。遺体は5ヶ月後に発見され、警察の捜査により、笹沼はすぐに逮捕された。裁判が始まったが、一審判決後にノコギリを用いて脱獄。しかし、同じ日に逮捕されてしまった。結局、笹沼は裁判によって死刑判決が言い渡され、そのまま刑が確定した。リンチ殺人、小林正人。1994年の9月から10月にかけて、小林率いる少年グループは以下の事件を引き起こした。9月28日、大阪で通行人の男性をビルの部屋に連れ込み、4人で集団リンチを行い、最終的に首を絞めて殺害。10月6日、愛知県で別の男性に対して複数人で暴行。この男性も最後は河川敷で殺害された。しかし、凶行はこれだけにとどまらず、7日にボーリング場で出会った3人を連れ去って暴行を加えた。1人は解放されたが、残り2人は金属パイプで殴られて死亡した。事件から17年後、裁判で小林と2名に死刑が言い渡されて刑が確定。現在、3人とも刑は執行されずに、拘置所に収監されている。小松川事件、イ・チヌ。1958年、当時18歳のイは、東京の田んぼで女性を殺害。さらに4ヶ月後には、小松川高校の屋上で女子生徒の首を絞めて殺害、金品を奪って逃走した。イはその後、被害者宅に遺品を送ったり、読売新聞社に電話をかけて事件の詳細を話したりしたが、警察に通話を逆探知されたことで逮捕された。1961年に死刑が確定し、翌年に執行された。余談だが、イの IQ は平均の約 1.5 倍もあると言われている。石巻殺傷事件、千葉雄太郎。千葉は女性と交際していたが、DV が理由で、女性は千葉の元から逃げ出した。そこで千葉は女性を強引に連れ戻そうと女性の実家に侵入。女性の姉と知人を牛刀で殺害して女性を拉致した。だが事件から6時間後に警察によって現行犯逮捕。女性は無事に保護された。2016年に裁判員裁判による初の死刑確定。現在仙台拘置所に収監されており、死刑執行は行われていない。皆さんこんにちは。今回は母親に会うために脱走した死刑囚や、取り調べ中に脱走した死刑囚など、脱獄した日本の死刑囚4名を紹介します。それではどうぞ。菊池忠。菊池忠は両親と兄弟の5人で暮らしており、運動神経抜群な好青年だった。しかし母親が白内障を患い、次第に目が見えなくなっていた。眼科に手術をしないと母親の白内障は治らないと言われた菊池は、
手術代を工面するために一生懸命働いたが、もらう給料は少なく、また妹のために化粧道具などを買っていたりもしていたため、手術代を貯めることに苦労していた。そこで菊池は強盗殺人を行い、金を奪おうと計画。1953年3月17日に雑貨商の住む家に侵入、一家3人と使用人の首を絞めて殺害。さらに性犯罪者の犯罪に見せかけるために、女主人と女性の使用人に性的暴行を行った。その後、菊池は金目のものを見つけるために家中を探し回ったが、見つかったのはわずか2000円と腕時計だけだった。4人の遺体はすぐに発見され、警察による捜査が行われた。しかし警察は菊池の偽装工作のせいで複数犯だと思い込み、捜査は難航した。だが2ヶ月後、警察が菊池の妹のところに訪れて調べたところ、菊池が盗んだ腕時計が見つかったのだ。実は事件の翌日に盗んだ腕時計を妹に送っており、妹は何も知らずに所持していたのだった。これが決め手となり、警察は菊池を逮捕した。事件の裁判が行われ、一審と二審ともに菊池は死刑を言い渡された。しかしそんな時に兄から、お前のおかげで母親がいじめられて大変苦しんでいるという手紙を受け取った。この手紙を読み、母親の現状を知った菊池は脱獄することを決意。兄からノコギリを隠した本を差し入れてもらい、鉄格子を徐々に切断していった。そして1955年5月11日の夜、鉄格子を切断した菊池は布団に自分が寝ているような細工をして、誠に申し訳ありませんが、しばらくの間命をお助けくださいという書き置きを残し、東京拘置所を脱獄した。駅で電車に乗って実家に向かったが、脱獄から11日目に実家近くで力尽きていたところ、警察に確保された。菊池は警察官に、頼む、一目でいいからお袋に会わせてくれと懇願して、10分間だけ母親と話すことを許された。そして母親と話し、妹が出してくれたカレーを食べると警察に連行されていった。脱獄の1ヶ月後に死刑が確定し、その5ヶ月後に菊池の死刑は執行された。中島映像。1952年4月21日、広島で強盗を働き、宮城県に逃亡していた中島映像という男が逮捕された。しかし取り調べの際に、なんと男は5年前に殺人を犯したことを告白した。1947年1月23日に、中島は友人と共謀して知人の家に泊まった際に、知人をバットで殴った上、首を絞めて殺害。さらに犯行を目撃した知人の子供も殺害し、金を奪い逃走した。共犯の友人は警察によって逮捕。裁判で死刑が言い渡され、刑が執行されたが、中島は行方をくらまして逃げ続けていたのだった。逃亡中に中島は強盗を行って逮捕されたが、この時は偽名を使っていたことで、殺人の罪がバレることはなかった。強盗の罪で広島刑務所に2年間服役して出所。その後再び強盗を行ったことで逮捕。前述したように5年の月日を経て、ここでようやく殺人が発覚したのだ。中島も友人同様死刑を言い渡されたが、1952年1月29日にノコギリで鉄格子を切断して脱獄。このノコギリは逃亡先で一緒に暮らしていた愛人が差し入れたものだった。しかし翌日に広島に向かっているところをあっさりと逮捕された。またノコギリを差し入れた愛人も逮捕されている。1954年、最高裁は上告を棄却して中島の死刑が確定。その3年後に刑が執行された。浜本栄。浜本栄は1963年1月20日の朝に広島県三原駅前にあった食堂経営者の女性を殺害して現金を奪った。殺人の罪で逮捕された浜本は1965年に一審で死刑判決を言い渡されたが、納得できず高等裁判所に控訴した。だが内心ではどうせ死刑になると思っており、機嫌が悪かった。さらに浜本が収監されている広島拘置所は規律が非常に厳しかったため、耐えきれなくなった浜本は
脱獄を決意。浜本は最初に外部の協力者からタバコをもらった。そしてタバコを収容されていた暴力団員に与えて、そのお礼でノコギリを入手した。そこから4ヶ月かけて独房の鉄格子をノコギリで切断。また脱獄までの4日間は断食して体を細くするなど、脱獄に向けて徹底的に準備した。そして1965年4月10日午後8時頃に脱獄。脱走しているところを看守に見られたが、なんとか逃げ切った。脱獄した浜本は衣服を奪うために民家に侵入。住人の両手両足を縛って衣類を奪った。その後も浜本は午後10時頃に福山市の民家に侵入して、主人を包丁で切りつけ、全治2ヶ月の重傷を負わせた上に現金と衣服を奪って逃走。さらに午前0時に別の民家にも侵入し、住人を脅して学生服を奪った。だが脱獄からおよそ12時間後、福山市で通報を受けた警察によって逮捕された。わずか半日で3件の強盗と傷害、4件の窃盗もの罪を重ねた浜本に世間は驚愕した。その後、裁判では脱獄事件で懲役15年。元の殺人事件では自ら控訴を取り上げて死刑が確定。自ら控訴を取り下げた理由としては、先に述べたように、どっちにしろ死刑を免れないと思ったからだと言われている。死刑確定から5年後の1975年に38歳で死刑執行された。北村隆。福岡で4人を殺害した罪で、福岡地検の庁舎に収監されていた北村隆は、同行室で取り調べ中に一瞬の隙をついて脱走。この時、3人の警察官を取り調べ室に閉じ込め、扉を開けるよう説得する警察官をよそに、3日経ったら戻ってくる、と言って逃亡した。庁舎から800メートル離れたところでタクシーを捕まえ、ヤクザに監禁されてて逃げてきた、と嘘をついて車を走らせることに成功した。脱走から3時間後、外部の仲間に電話するために一度タクシーを降りた北村だったが、車内に戻ったところ、警察官数名に囲まれてしまい、閉じこもって抵抗したが、結局逮捕されてしまった。ここで、北村が行った犯行の内容を説明しよう。北村隆と両親、弟の一家は、建設会社の経営がうまくいっておらず、借金返済のために被害者女性から多額の借金をしていた。そこで、北村一家は被害者女性を殺害して、借金の踏み倒しと金の強奪を行おうと考えるようになった。2004年9月16日の夜、北村と弟は被害者女性宅に侵入して女性の次男を殺害。金庫を盗み出して遺体を川に遺棄した。2日後に被害者女性は行方不明になった次男を探すため、北村一家の事務所に訪れた。ここで一家は睡眠薬で女性を眠らせて殺害。カバンから現金24万円を強奪した。さらに犯行の発覚を恐れたため、女性の長男も殺害しようと計画。女性殺害から2時間後に車を運転している長男を発見した一家は、拳銃を用いて長男と一緒にいた友人を殺害。3人の遺体を車に乗せて川に遺棄した。一連の事件の数日後に最初に殺された次男の遺体が発見され、一家4人はすぐに逮捕された。事件から7年後の2011年に裁判で一家4人全員の死刑が確定。一家全員死刑は戦後初のケースである。現在も北村一家は拘置所に収監されている。皆さんこんにちは。今回は凶悪事件を起こし死刑になった警察官を紹介していきます。それではどうぞ。京都で警察官をしていた広田正春は、巡査部長にまで上り詰めるが、左遷されたことで京都府警を恨み、同時に自暴自棄になってしまったことでギャンブルにのめり込んでしまった。その結果多額の借金を作ってしまい、返済のために強盗を考えるようになる。1978年7月に広田は拳銃を用いた強盗事件を引き起こそうとしたが失敗して逮捕される。その結果広田は裁判で懲役7年の刑が言い渡され、刑務所で服役することになった。さらに京都府警から懲戒免職処分を受けたことで、ますます警察組織を恨むようになる。そして1984年の8月に
刑務所を出所すると母親に仕事を探しに東京に行ってくると言い残して実家を出発したが、本当の目的は京都で再び強盗事件を引き起こすことであった。京都に到着した広田は警察から拳銃を奪おうと考え、警官を嘘の通報で呼び出そうとした。しかしこれに失敗してしまったため、今度は別の警官を襲おうとしたが、こちらも失敗。そのため次は近くの店で強盗を行おうと計画。狙いをつけた店は広田が警官時代によく訪れていた店であった。広田は警察を装って電話し、今から向かうので店を開けてほしいと店の経営者に伝えた。しかし突然のことに怪しんだ経営者は偽物の警官であるとすぐに見抜いて、店を開けることはなかった。こうして店への強盗にも失敗した広田は再び警官を襲撃して銃を奪おうと計画。9月4日に広田は警察署に嘘の通報をして一人の巡査を呼び出すことに成功した。そしてその巡査を襲撃して刃物で刺したことで重傷を負わせると、巡査の所持していた拳銃を強奪して倒れている巡査に発砲し命を奪った。次に広田は金融業者から金を奪おうと考えて大阪に移動。大阪の消費者金融会社に侵入して店員に拳銃を突きつけ金を出すように脅した。しかし店員は冗談だと思い要求に応じなかったため、これに怒った広田は発砲して店員の命を奪うと、その場にやってきた女性店員に金を要求。女性は現金60万円を差し出して、広田は金を受け取ると逃走した。事件を起こした後、広田は警察署に電話をかけて、犯人は自分であることや、今の居場所などを教えるといった挑発行為を行った。一方の警察側は一連の事件を同一犯によるものだと断定して、本事件を広域重要指定115号事件に指定。その後、翌日の午後5時頃に千葉県で広田はあっさりと逮捕された。逮捕された広田は非常に不機嫌であり、報道陣に持っていた弁当を投げつけたりした。1997年に死刑が確定。現在も大阪拘置所に収監されており、刑は執行されていない。警察官の沢地和夫は同僚や部下から理想の警察官と呼ばれ尊敬されていた。そんな沢地は40歳を過ぎた頃、自分の店を経営したいと考え、1980年に警察庁を退職。総額4000万円を超える借金をして居酒屋を開業することに成功した。開店から約半年は店の売り上げは良かったようだが、次第に下がっていき、借金の返済に苦しむようになっていった。しかも赤字が続いたことで小売市の消費者金融から金を借りることになってしまい、借金はますます増えていき、その額は1億を超えた上、店も潰れる羽目になった。そんな中、沢地は一人の男と出会う。その男は不動産業者であり、7億円もの借金を抱えていた。二人は借金を返済するために宝石商から金を奪おうと計画。途中で知り合ったもう一人の男とも協力して、計3人で計画を実行に移す。沢地は宝石商の男性に嘘の商談を持ちかけて、山中湖の別荘に誘い出した。そして隙をついて3人は宝石商に襲いかかり命を奪うと、宝石商の所持していた現金や宝石などを強奪。だが彼らが犯した犯行はこれだけではない。約2週間後には金融業者の女性を誘い出し車に乗せると、ロープで首を絞めて女性を気絶させた。沢地は女性が亡くなったと思い込み、再び山中湖の別荘に埋めに行こうとしたが、女性が意識を取り戻した。うめき声が聞こえたため、沢地は焦り再び女性に襲いかかるととどめを刺した。そして遺体を埋めると現金2000万円などを強奪して逃走した。こうして二人の命を奪った沢地であったが、一人目の犠牲者である宝石商の妻が夫が帰ってこないことを不審に思い捜索願いを出したことで、警察が捜査を開始。犯行から約1ヶ月後に沢地は逮捕された。捕まった沢地は犯行を自供。遺体を埋めた場所も供述したが、警察がその場所を調べてもなんと被害者たちは発見されなかった。実はまだ捕まっていなかった共犯者の不動産業者が沢地の逮捕を知ったことで遺体を別の場所に移していたのだった。しかし10日後にこの共犯者も警察により逮捕された。裁判で沢地と共犯者は死刑判決を受けて、1993年に刑が確定。2008年に沢地は多臓器不全により69歳で亡くなった。一方共犯者の不動産業者は現在も東京拘置所に収監されており、刑は執行されていない。元警察官の岡崎茂雄は1986年7月15日に複数人と協力して金を借りていた金融業者の男性を誘拐して、男性の家から車などを盗むと山の中に生き埋めにすることで命を奪った。さらにその3年後にも岡崎は
会社の社長を電話で呼び出すと誘拐して監禁、現金を強奪した後に首を絞めて殺害し、遺体を山の中に埋めた。そしてこの事件から2年後にも千葉県で男性を誘拐する事件を引き起こしている。岡崎は男性の妻に身代金2000万円を用意するように電話し、誘拐から2日後に駐車場で金を受け取るとその場から逃走。また男性は駆けつけた警察により無事に保護されている。警察は一連の事件は同一犯によるものだと断定し、本事件を警察庁広域重要指定118号事件に指定。最後の誘拐事件から約1週間後に共犯の一人を逮捕して自供させることに成功した。これによって5ヶ月後の10月に主犯の岡崎も逮捕された。裁判で岡崎は自分は主犯格ではなく犯行に積極的に関わっていないと主張したが、死刑判決を受けて犯行メンバー他2人も極刑に処されたが、3人とも執行されずに全員が病気により獄中で亡くなった。三好勝は中学卒業後陸軍通信学校に入隊し兵長に上り詰めた。そして第二次世界大戦が終わると警察官になったが、健康不良のため半年後に退職することになってしまった。仕事を失った三好は日雇い仕事で食いつないでいたが、生活するための金が足りなくなってしまったため強盗を計画した。そして当時34歳の男性が多額の現金を所持していることを知ると、1948年3月にその男性の家に侵入、就寝していた男性を起こすと銃を突きつけて金を出すように脅迫した。そして現金3000円を奪うと男性に向けて銃を発砲して逃走。男性は病院に運び込まれたが翌日に亡くなった。三好は事件から約1年後に裁判で死刑判決を言い渡され刑が確定した。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。木村修司、妻への愛情がなくなっていた木村は同窓会で知り合った女性と不倫関係になり金を貢いでいた。さらにギャンブルにはまってしまい多額の借金を抱えることになった。そんなある日、新聞で一人の女子大生が家庭教師をしていることを知り、木村は自分の子供の家庭教師をしてほしいと嘘の電話を女子大生にして呼び出し、二人きりで会う約束をした。そしてやってきた女子大生を車に乗せると車内で殺害、身代金の要求を女子大生の父親に行った。秋山義満、借金を抱えた秋山とその兄は自身の妻に保険金をかけて殺害しようとしたが失敗したため、次は強盗殺人を計画。兄と共謀して一人の男性の命を奪うと金を強奪して借金の返済に当てた。裁判で兄は無期懲役、秋山は死刑判決を受けて2006年に処刑された。小竹茂穂、家族から住宅を買うように要求され建築費用を得るために誘拐を計画。実行するため警官から拳銃を入手しようと考えた小竹は嘘の通報で一人の警官を呼び出すとナイフで刺して命を奪った。以前にも窃盗などの複数の前科があり犯行時は執行猶予中であった。杉本義明、釣具屋を経営していた杉本は売上金を使って横山和美とスナックで遊んでいた。次第にもっと大金が欲しいと思った二人は顔見知りの病院長を誘拐して金の在りかを吐かせるようにしたが、うまくいかなかったため殺害、遺体を損壊して海に捨てた。横山和美、杉本義明の共犯者、スナックを経営していた横山は杉本と出会い病院長を殺害。取り調べでは本で得た知識を使い警察からの追及を1ヶ月もかわし続けた。綿引誠、韓国の風俗店にのめり込んでしまったことで莫大な借金を抱えた綿引は身の代金目的の誘拐を考えて知り合いの女子中学生を誘拐、口を押さえて窒息死させると女子の家族に身代金3000万円を要求したが、警察の捜査により逮捕された。死刑は執行されずに2013年に東京拘置所で病死。西尾辰明、営業資金に窮していた株式会社の経営者から懇願された暴力団組長の西尾は取締役の男性に保険金をかけて命を奪った。保険金を騙し取ろうとしたのだが保険会社が怪しんだため金を得ることができなかった。前科が複数あった西尾は死刑判決を受けた。金川はじめ、
未成年の頃に殺人の罪で少年院に入院していた金川は、出所して熊本をぶらついていると、たまたま農業をしていた女性に浴場して襲いかかった。しかし抵抗されたため、所持していた刃物で何度も刺して命を奪った。裁判所は更生の可能性はないとして死刑を言い渡したが、30年以上経った今でも刑は執行されていない。竹安幸久。無職の竹安は金に困ったことから福岡県の住宅に侵入して現金を奪った。しかし住人の女性に見つかり騒がれてしまったため、とっさに紐で首を絞めて命を奪った。その後も男性をナイフで重傷を負わせ、左腕に障害を負わせる事件を引き起こした。古谷慎治。未成年の頃に強盗殺人の罪で無期懲役判決を受けていたが、1975年に仮釈放された。その7年後にギャンブルによる借金を抱え、その返済のためにパチンコ商に金を借りようとしたのだが、断られたため、石で何度も殴って命を奪う事件を起こす。事件から15年後に死刑執行された。津田明。金融業者から何度も金を借りて800万円以上の借金があった津田は、知り合いの男児に出会うと身代金目的の誘拐をその場で思いつき拉致しようとした。しかし男児が泣き始めたため、ネクタイで首を絞めて殺害した。児童の両親に金を要求したが、逆探知によりすぐに逮捕された。高田勝利。30年以上も服役していた過去を持つ高田は、居酒屋で経営者の女性を鈍器で何度も殴ったことにより命を奪った。その後現金を強奪するも警察に逮捕された。また事情聴取をされた際に自ら命を絶とうとしたが、未遂に終わり全治2週間の怪我を負うことになった。田本龍也。3人と協力して小学生の同級生であり資産家の息子を誘拐、コンクリートブロックで頭を殴り命を奪うと、息子の父親に身代金を要求。警察は誘拐事件として捜査を開始して共犯の3人を逮捕。殺人を自白して間もなく主犯の田本も逮捕された。収監された田本は監視と協力して脱獄を試みるが失敗に終わっている。万谷義行。大阪の地下鉄の駅で通りすがった女子大生から金を奪おうとし、刃物を突きつけて脅した。しかし大声を出されて抵抗されたため、胸を何度も刺して殺害。女子大生の悲鳴を聞き通行人が駆けつけたため、結局何も奪わずにその場から逃走した。横田健二。スナックに勤める女性と飲食した後、小遣いとして2万円を渡したのだが、女性から金額が少ないと言われたためカッとなって殺害すると、遺体を損壊してポリ袋に包み川に捨てた。だが遺体が発見され、捜査により横田の名前が浮上、警察により逮捕された。持田隆。女性社員に性的暴行を行ったが、その女性に通報されたため逮捕され、懲役7年の実刑判決を受けた。出所した持田は自身を通報した女性を逆恨みし、東京都の団地で女性を発見すると包丁で刺して命を奪った。裁判所は虚勢の余地なしとして持田に死刑判決を下した。坂本正人。帰宅途中の女子高生に道を尋ねるふりをして車に連れ込み、首を絞めて殺害した後、身代金を要求して23万円を受け取った。被害者両親や生徒から坂本を極刑にするよう大量の署名が集まり、東京高裁は坂本に死刑を言い渡し、事件から6年後に刑が執行された。小林薫。下校中の女児を誘拐して自宅マンションに連れ込んだ挙句、浴槽の水に顔を押し付けて死亡させた。その後遺体から歯を抜くと、女児の母親に遺体を写した写真を送りつけた。後半で全国に自分の名前を知らしめることができて満足しているといい、遺族への謝罪は最後までなく処刑された。武藤圭樹。大手ゼネコンの名刺を用いて無銭飲食を繰り返していたが、2002年に名古屋のスナックで飲食中の武藤の様子が不審であると気づいた経営者は、無銭飲食されることを防ぐためにドアを施錠した。これに怒った武藤は経営者に詰め寄り、逆上してマイクコードで首を絞めて殺害した。西山正蔵。賭け事や浪費が原因で借金を抱えたため、知人の老女から金を奪おうと計画。女性をライブに誘うと車で山の中へ向かうと、石で殴った上首を絞めて殺害。現金や預金通帳を奪うと遺体を崖下に落とした。その後通帳から現金を引き出したが、その様子が防犯カメラに映っていたことから警察は西山を逮捕した。長谷川静夫。父親から相続したアパートを経営する弟と、
金銭トラブルを起こし、弟を殺して全財産を奪おうと考えた。ホストに殺害を依頼して2006年に実行されたが、この実行犯が警察に全て自白したことで長谷川も逮捕された。長谷川は以前も殺人を犯しており、仮釈放中であった。神田司、闇サイトで二人の男性と出会い、様々な犯罪に手を染めていた。そんな中、強盗を考えた神田ら三人は、女性を拉致して、キャッシュカードの番号を聞き出した後に、ハンマーで殴り命を奪うと、金を引き出そうとしたのだが、女性が述べた番号は嘘であったため、金を得ることに失敗。また、事件後に共犯の一人が自首したことで、神田たちは逮捕された。熊谷徳久、刑務所に服役していた熊谷は、出所した後に、自身の店を開こうと考えた。しかし資金が足りなかったため、レストラン経営者を拳銃で撃ち殺して売上金の入ったバッグを奪うと、渋谷駅でも拳銃を用いた強盗事件を引き起こした。この時に被害に遭った駅員は撃たれたことで右足が麻痺してしまった。隅田光一、交際相手と別れたことでむしゃくしゃしていた隅田は、会社の同僚女性を襲って欲求を満たそうとした。一人の女性を倉庫に呼び出すと、性的暴行を行った上で刃物で殺害。その後、遺体を損壊して捨てたが、防犯カメラに女性と歩く隅田の姿が映っていたことで逮捕。2017年に処刑された。越川英介、交際女性と結婚することになったが、結婚費用が足りなかったため強盗を計画。たまたま歩いていた女性を襲い、現金200円を奪うと首を絞めて命を奪った。菅野栄、ギャンブルにハマっていた菅野は借金を抱えてしまった。そんな時に古着商と対談することになり、これをチャンスだと思った菅野は古着商を殺害して金品を強奪。高沢恒雄、職を求めて各地を放浪していたが金が尽きてしまったため、二人と協力して強盗を計画。商人を薪割りで襲い気絶させると1万円を強奪。しかし直後に商人が目を覚ましたため、とどめを刺した。坂巻修吉、小学2年生の女児が用を足しにトイレに向かったが、2時間以上経っても戻ってこなかったため心配した生徒が捜索すると、女児の遺体が発見された。犯人として逮捕された坂巻はいたずら目的で女児に近づいたが、泣き叫ばれたため暴行を行い命を奪ったと供述した。大久保幸文、少年院に入院していた大久保はそこで吉井房夫という男と出会い、2人はすぐに仲良くなった。出所した二人は山で生活をしたが、金が底をつきかけたため店に入り、お上を福洗いに誘うと隙をついて殺害。通帳などを奪いその場から逃走したが、友人の家で休んでいるところを通報され逮捕された。西谷育太郎、会社の同僚を毒入りの土で殺害して約80万円を奪って逃走した。事件から半月後に不審なトランクがあると通報を受けた警察が調べたところ、トランクの中から毒殺された同僚の遺体が見つかったことで事件が発覚。1959年に最高裁で死刑が確定した。工藤明、1965年に前科7犯の工藤は品川区でバーマダウを刃物で刺して殺害した。警察はすぐに捜査を開始して、翌日には工藤を全国指名手配。そこからすぐに逮捕され、事件から2年後に死刑が確定した。笹沼光雄、金づるにする目的で一人の女性と交際した笹沼は、様々な理由をつけて女性から金を貢がしていき、最後には用済みになった女性を殺害して遺体を川に捨てた。犯行時未成年だったが、事件の残虐性から死刑判決。一度拘置所から脱獄するもすぐに逮捕された。織田信夫、刑務所で知り合った少年と協力してかつて勤務していた電気店に強盗目的で侵入。店員二人をハンマーで殴ると金目のものを奪い、ストーブを蹴飛ばして放火。襲われた店員2名のうち1人は自力で脱出したが、もう1人は焼死した。逮捕された織田は死刑囚として50年以上収監されている。山川真也、山川は警察を装って女性デザイナーに電話をして呼び出すと、女性の命を奪って身代金700万円を要求した。しかし金の受け取りに失敗して逮捕されてしまった。死刑囚となった山川は拘置所内のガラスの破片で自ら命を絶った。この際に異変に気づいた刑務官が説得を試みたのだが、聞き入れられることはなかった。前田隆、1971年に母親と共謀して女性のセールスマンを自宅に呼び出すと、ナタで殺して金を奪う強盗殺人事件を引き起こした。一審は無期懲役だったが、二審で死刑判決を受けて刑が確定。1975年に拘置所内で首を吊って死亡した。
富山常喜、茨城県で一人の男性が青酸化合物を飲まされて命を奪われる事件が起きた。被害者が亡くなる直前に富山にやられたと証言したことで富山は逮捕されたが、自白も証拠もなかった。しかし裁判で死刑が確定し、2003年に拘置所内で病死、冤罪の可能性が非常に高い事件である。小野照夫、長崎県の女性の家に雨宿りをさせてくれと頼み込んで上がり込むと女性を殺害した。翌日に路上で寝込んでいるところを逮捕。小野は前科が6つもあり、本事件以前にも大分県で殺人事件を起こして服役した過去を持っていた。関康生、暴力団に所属していた関は土地を所有している老女の首を絞めて殺害。土地の権利証や印鑑などを奪うと土地を売り払って大金を手に入れることに成功した。事件から5ヶ月後に警察は殺人の罪で関を逮捕して、1982年に東京高裁は死刑を言い渡した。須田房夫、自身の店を開くための資金を調達するために須田は小学1年生の男児にカブトムシの幼虫を見せて一緒に埋めに行こうと誘った。その後男児の隙をついて石で頭部を殴って命を奪った。身代金の要求を行ったが、金の受け渡し場所に現れたところを逮捕された。皆さんこんにちは。恩赦とは、国が囚人の刑を軽減したり前科を取り消したりすることです。今回は死刑確定したものの恩赦によって減刑され出所した死刑囚たちを解説していきます。それではどうぞ。和歌山一家8人殺害事件とは、第二次世界大戦が終わった直後に発生した大量殺人事件のことです。当時26歳だった大橋和夫は兄一家を殺害しました。殺害されたのは兄、兄嫁、その子供たちの6人の合計8人。子供たちは両親がいなくなったら不憫という身勝手な理由で殺害されました。子供たちの年齢は16歳、14歳、13歳、10歳、7歳、3歳でした。大橋は一体なぜこんなむごい殺人事件を起こしたのか、大橋の生い立ちや動機について説明します。大橋は県庁管理の父親の子として生まれ、裕福な家庭で何不自由なく育ちました。しかし9歳の時父親が病死したことから大橋の運命は変化していくのです。大橋とその母親は自宅の隣で歯科医院を開業していた15歳年上の兄夫婦と暮らすことになります。母親が年を取っていくにつれ、兄嫁と母親のいざこざは絶えなくなりました。これに嫌気が発した大橋は兄夫婦の家にいるのが辛くなり、志願兵として陸軍通信隊に入隊します。しかし入隊から5ヶ月後大橋のもとに母危篤の電報が。急いで帰るとそこには衰弱した母親の姿がありました。この時は危篤を脱したため再び通信隊に戻った大橋、しかし衰弱した母親の姿を見て兄嫁に虐待されていると思い込んでしまったのです。そしてその3ヶ月後大橋の母親は心臓麻痺で亡くなります。しかし母親の死因は兄嫁の虐待が原因だと思い込んだ大橋は復讐を誓います。母親の死から5年後帰郷した大橋は再び兄一家の家で暮らし始めました。温かく大橋を迎え入れてくれた兄一家に対し、大橋の兄嫁に対する復讐心はと急すれます。しかし次の年、母親が死ぬ間際に心臓麻痺で苦しんだ姿を兄嫁が夕食中に真似したことをきっかけに大橋の復讐心に再び火がつきます。母親の最後の姿を真似する兄嫁を見て、やはり母親は虐待によって死んだのだと大橋は思い込んでしまったのです。そしてその2日後、世にも無残な和歌山一家8人殺害事件が起きてしまいました。大橋は母の敵討ちだ、1ヶ月後には自首する書き置きをして逃亡しましたが、1ヶ月後に自首することはありませんでした。その間長崎県内で偽名を使い働いていた大橋、しかしとうとう両親の呵責に耐えきれず、事件から3年後の大阪市の朝日新聞大阪本社に現れたところを逮捕されました。そして逮捕から約1ヶ月後という早いスピードで死刑判決が下されました。死刑判決から8ヶ月後には控訴棄却され、弁護士が上告しましたが、大橋自身が上告を望んでいなかったため上告も棄却となります。さらにその8ヶ月後にとうとう死刑が確定しました。しかしその3年後、
大橋は御社によって無期懲役に減刑されます。無期懲役に減刑された日はサンフランシスコ講和条約が国会に承認され発効された日でした。法務当局はこの出来事を国として喜ばしいこととし、数多くの刑務所にいる人たちの罪を御社により減刑したのです。その中には死刑が確定している死刑囚が12人いました。和歌山一家8人殺害事件の大橋はそのうちの一人です。大量殺人犯でありながらなぜか御社減刑となった大橋。大橋が御社となった理由は明らかではありませんが、この時の死刑囚で御社の対象になったのは殺人犯でも殺人罪のみで死刑が確定したものに限定されていました。そのため一人だけ殺害した場合であっても脱獄のために刑務官を殺害したり強盗殺人罪といった複数の罪を犯した死刑囚は対象になっていませんでした。大橋は幼い子供を含む8人もの命を奪ったにもかかわらず、たまたまサンフランシスコ講和条約が承認されるという巡り合わせで国家の特典を受けることができたのです。その後大橋は大阪拘置所の死刑囚官房から大阪刑務所に身柄を移され、逮捕から20年経った1968年春にとうとう出所しました。小田原一家5人殺害事件。小田原一家5人殺害事件とは、1949年に当時18歳の杉山優が起こした大量殺人事件です。殺害されたのは銭湯を経営していた45歳の男性一家6人中5人。幸いにも一命を取り留めた長女も重傷を負いました。果たして杉山はなぜ隣の一家殺害に至ったのでしょうか。杉山は父親を幼い頃に亡くし、また母親も事件の1年前に亡くしています。その後弟と共に叔父に引き取られ、地元の町工場で旋盤工として働きます。しかし事件を起こす7ヶ月前には解雇され、事件当時は無職状態でした。さらに杉山は事件の2年前に窃盗の罪で一度検挙されています。そして杉山は事件の3ヶ月前、被害者宅が経営していた銭湯である女湯を自宅の2階の窓から覗き見していました。この時銭湯の経営者である男性は杉山に覗き見をしないよう注意します。そしてその後は女湯を覗き見されないよう杉山の家との境界にある薪置き場の屋根の上に目隠し用のすだれを立てました。女湯を覗き見できなくなった杉山はこれを逆恨みし、男性の殺害を決意します。そう、一家5人が殺された理由は杉山の身勝手な逆恨みだったのです。その後杉山は事件を起こす1ヶ月前に刃渡り22センチもある肉切り包丁を購入、そしてその包丁を研ぎ殺害の準備をしました。事件当日の深夜1時、用意していた包丁を持って被害者の家の浴場通用口から侵入します。そして薪置き場にあったナタ割りに使うナタを持ち、寝ていた男性とその妻、男性の母親の3人をナタで殺害、さらに男性夫婦の8歳と3歳の幼い子供も殺害します。その後18歳の長女の頭部をナタで殴って殺そうとしました。犯行にかかった時間は約40分で、18歳の長女を除く一家5人は即死、一命を取り留めた長女も瀕死の重傷を負うという無残な結果となりました。杉山は犯行後タンスを漁って600円入った財布を奪い自宅へと帰ります。そして同居していた叔父に犯行を打ち明け、その日の朝9時30分に警察署へ自首しました。杉山は殺人罪及び殺人未遂の罪状となり、事件から4ヶ月後死刑判決を受けます。その後杉山は上告しましたが、事件から1年半後死刑が確定しました。死刑が確定した後、杉山は東京拘置所から仙台拘置所へと移送されます。しかし死刑確定と同じ年の8月に締結されたサンフランシスコ講和条約が国民の刑事であるとし、御社が実施されました。この時の御社では12人の死刑囚が軽減されました。杉山も御社の対象となり、事件から3年後死刑から無期懲役へと減刑されたのでした。38歳で仮出所するまで模範囚として働いた杉山、しかし53歳の時杉山は再び罪を犯してしまうのです。杉山は53歳の時、家出中の13歳の少女と同棲をしていました。
しかし少女からもう別れると言われ逆上し、少女とその友達を登山用ナイフでめった刺しにします。次の日、殺人未遂容疑で緊急逮捕された杉山、事件の5ヶ月後東京地方裁判所で懲役8年を言い渡されました。これにより仮釈放も取り消され、無期懲役と懲役8年の刑で宮城刑務所へと移送されたのでした。石井健次郎福岡事件。福岡事件とは、1947年に福岡県福岡市で起きた殺人事件であり、別名福岡闇商人殺人事件とも呼ばれています。捜査当局は7人を検挙しましたが、事件は思いがけなく発生したものであり、主犯として処刑された西武雄は冤罪だったのではないかと指摘されています。そのため捜査や裁判に対する疑問が現代にも残る事件となりました。では事件の概要を紹介します。西は旧日本軍の拳銃を持っていた石井健次郎を含む7人で金銭を騙し取る計画をしました。西の計画とは、軍服1000着の架空取引を行い、取引相手から金銭を騙し取ろうというものでした。そして成功しない場合には相手を殺害し金銭を奪おうという恐ろしい計画をしたのです。西と石井は1947年5月に日本人のブローカー男性の仲介により、中国人の古着を売り買いしている衣類商を含む中国人グループと取引をすることになりました。西は福岡市内の飲食店で衣類商の男性から取引代金70万円のうち10万円を保証金として受け取ります。残りの60万は商品と引き換えということになり、西の仲間が事件当日の5月20日午後7時過ぎ、福岡市の取引現場にブローカー男性と中国人衣類商男性を誘い出します。そして石井がブローカー男性と中国人衣類商男性に拳銃を発射。その後、西と石井の仲間が刃物で切りつけるなどして殺害しました。西と石井を含む7人は強盗殺人で逮捕・起訴されました。西と石井は捜査の段階では今紹介したような事件の概要を自白しました。しかし裁判では起訴事実を否認し、西はブローカー男性に取引の立ち会いを頼まれただけで強盗殺人には関わっていないと主張。また石井も二人を射殺したのは事実でも、喧嘩の相手だと間違えただけであり、強盗するためでも計画的にした犯行でもないと、捜査段階で話したことは事実と異なることだと主張しました。つまり西と石井は事件に対して計画的ではなかったし、強盗を目的としていたわけでもないと主張したのです。また西は飲食店にいただけで殺害とは無関係であり無罪であることを主張しました。事件の翌年、主犯である西と石井は死刑、その他の4名は懲役刑、1人は無罪が言い渡されました。2人は上告しましたが、事件から9年後、上告は棄却され死刑判決が確定。そして死刑判決から12年後、国会に死刑の確定判決を受けた者に対する最新の臨時特例に関する法律案が提出されましたが、この案は決定しませんでした。しかしその見返りとして、当時の法務大臣は GHQ 占領下の死刑囚に恩赦を検討すると発表。そう、この福岡事件の犯人である西と石井にも恩赦が検討されることになったのです。事件から28年後、他の共犯の刑との均衡を図る必要があるとして、石井の恩赦を決定しました。しかし、主犯格である西の恩赦は不適当であるとされました。翌日、石井は恩赦により死刑から無期懲役へ減刑されたことを伝えられましたが、西には恩赦不適当であることと死刑執行が言い渡され、午前10時半頃、西の死刑が執行されます。死刑囚に関する恩赦は石井のものが最後となり、事件から42年後、石井は仮出所しました。事件から58年後の2005年、西の遺族と石井、そして共犯一人が福岡事件は捜査段階の拷問により自白をしてしまったと訴えます。そして強盗殺人は事実とは違っており、死刑判決も正しい判決ではないと訴えました。西の死刑執行後ではありますが、福岡高裁に対し再審請求を行いますが、3年後、石井は急性心筋梗塞のため帰らぬ人となりました。皆さんこんにちは。
今回は4つの冤罪事件について紹介します。それではどうぞ。免田事件。1948年12月30日、熊本県で当時76歳の男性とその妻が何者かに鉈で殺害され、さらに男性の子供2人が重傷を負った事件が発生した。現金が盗まれた形跡があったことから、警察は強盗目的の殺人と断定。事件から半月が経った1949年1月13日に、警察は免田栄という男性を逮捕。この時逮捕された理由は別件の窃盗容疑のためだったが、警察は免田が強盗殺人にも関わっていると決めつけてしまう。警察は3日にわたり免田に対して拷問を行い、これに耐えきれなくなった免田は虚偽の自白をした。この自白のせいで16日に2人の殺人容疑で再逮捕された。事件の第一審の第3回公判にて、拷問によって自白を強制させられたことと、事件当日にはアリバイがあることを主張。だが警察はアリバイの証人に、一緒にいたのは翌日と証言しろと脅迫。証人は警察に言われた通りに証言してしまったため、免田のアリバイが証明されることはなかった。さらに検察側も重要な証拠品である凶器や免田が当時着ていた服をわざと廃棄するなどの工作を行った。1950年に熊本地裁は免田に死刑判決を言い渡し、免田は控訴、上告するがどちらも棄却され、1952年に死刑が確定した。免田は収監されても無罪を主張して5回再審請求を行うが、全て棄却された。しかし死刑確定から25年後の1979年に福岡高裁は再審開始を決定して、2年後に事件の再審が始まった。再審では前の裁判で抹消されたアリバイの証拠などを提示。熊本地裁はアリバイを認めて、1983年に免田に無罪判決を言い渡し、31年ぶりに釈放され、9000万の保証金が支払われた。一度死刑が確定した死刑囚が再審で無罪判決を受けるのはこの免田事件が初のことだった。なお事件の真犯人は今も分かっておらずに、時効が成立した。在田川事件。在田川事件とは、1950年2月28日に香川県の在田村の米ブローカーの男性が全身を刃物で刺されて殺害され、現金を奪われた事件である。警察は事件から1ヶ月後に当時19歳だった谷口重義を殺人の疑いで逮捕。谷口は素行が悪く、地元で殺人の犯人ではないかという噂があったことから、警察は谷口を徹底的に追及。約2ヶ月にわたって拷問による取り調べを行い、谷口に自白の強要をさせた。逮捕から半年後に裁判が開始され、谷口と弁護側は拷問による自白の強要を主張したが、検察側は谷口が犯行時に着用したと思われるズボンを証拠として提示した。ズボンには被害者と同じ大型の血痕が付着していたが、この証拠は取り調べの際には全く出ておらず、さらに血痕鑑定を行った大学教授は、捜査側の都合のいい鑑定結果ばかりを出す人物であり、明らかに検察側が捏造したものだった。さらに自白調書の不正作成や事件当時のアリバイなど不自然な点はいくつもあった。にもかかわらず、1952年に高松地裁は谷口に死刑を言い渡し、5年後に死刑が確定。だが谷口の死刑確定後、ある一人の裁判官が事件の裁判記録を偶然発見する。裁判官は裁判記録を読み込み、調書の不自然な箇所について冤罪事件であると確信。裁判官は谷口を救うため再審を行おうとしたが、別の裁判官らに反対された。そこで裁判官は退官して谷口の弁護人となり、裁判所に再審を請求した。最高裁は裁判を差し戻すことを決定して再審を開始。再審では弁護側は科学の進歩で明らかになったことを主張する。それは証拠の谷口が着ていたズボンには別の血痕が混ざっていたということだった。この事実を提示して検察はズボンに意図的に血痕を付着したものだと指摘。それに加えて捜査機関による自白の調書の不正作成も主張した。
これらを受けて高松地裁は、事件と被告人とを結びつける証拠は存在しないとして、1984年3月12日に谷口に無罪を言い渡した。谷口は即日釈放され、34年間の獄中生活を終えた。島田事件。1954年3月10日、静岡県の島田市の幼稚園で6歳の女の子が行方不明になり、3日後に幼稚園近くの山林で首を絞められた女の子の遺体が発見された。警察はスーツを着た男が女の子を誘拐するところを見たという目撃証言から犯人を絞り込んでいくが、殺人犯を特定することはできずに捜査は難航していた。そんな事件から2ヶ月が経った頃、赤堀正雄という男が職務質問されていた。赤堀は少年の時に窃盗を行い、少年院に入院。成人しても再び犯罪に手を染め、2回目の刑務所で服役した過去を持っており、静岡県警が重要参考人としてマークしていた男だった。警察は赤堀を正当な理由なく、無理やり身柄を拘束。免田事件や在田川事件同様に、検察の尋問室で拷問を行い、女の子を誘拐して殺害したとの自白を強要。赤堀に被害者の首を絞めて殺害したとの虚偽の自白をさせたほか、供述調書を作成してマスコミに公表した。起訴された赤堀は裁判で無実を主張したが、1960年12月5日に赤堀の死刑が確定。そこから27年もの月日が流れたが、赤堀本人と弁護士の再審請求を東京高裁が許可したことで再審が開始。そして1989年1月31日、静岡地裁は赤堀に無罪判決を言い渡し、逮捕以来34年ぶりに刑務所から解放された。そして検察側が控訴を行わなかったことで無罪が確定した。松山事件。1955年10月18日に宮城県松山町の農家で一家4人が刃物によって殺害され、家が放火される事件が発生した。警察は事件の捜査を始めたが、1ヶ月経っても犯人を見つけることはできなかった。しかし警察は突如東京に勤務していた斉藤幸夫をすでに示談成立している傷害事件の容疑で逮捕。斉藤を殺人犯に仕立て上げようと厳しい取り調べを行い自白を強要。さらにこの時警察は前科5犯のスパイを送り込んで斉藤に自白するよう尋問していた。それに加えて警察は免田事件同様に証拠を捏造。事件から2ヶ月後に斉藤は殺人罪で起訴された。1960年に裁判によって死刑が確定したが、斉藤は拘置所に収監されても無実を訴え再審を請求。裁判所は裁判の差し戻しを決定して、1984年7月11日に斉藤は無罪を勝ち取ることができた。28年の獄中生活から解放され、約7000万円の刑事保証金を受け取ったのだが、それらのほとんどは裁判費用の借金返済に充てられたという。今回紹介した4人の元死刑囚のうち、すでに3人は他界しており、島田事件の赤堀さんが死刑冤罪事件唯一の存命者である。いずれの事件も警察の自白の強要や証拠の捏造によって、無実の人々の人生の大半が奪われた冤罪事件であった。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。